始まりましたインディーライブエキスポ2022。はい、皆さんごアクセスありがとうございます。この番組インディーライブエキスポ2022は世界中のインディーゲームを愛する方々のための情報番組となります。インディーゲームのタイトルを多数紹介するとともに注目タイトルの最新情報をお届けいたします。なんと番組で紹介するタイトル数は500以上、うん、え、はい、すごいことになってます。怒涛のですね、3時間以上ボリュームと書いてあるんですが、多分4時間いくんじゃねえかなと、そんな気がしております。皆さん最後まで一緒に走り抜けていってください。はい、では進行を紹介させていただきます。本日番組喋らせていただきます百花りょうらんと申します。よろしくお願いします。そして本日一緒に番組盛り上げてくれる方のご紹介、まずはワイワイさん。あ、どうも新婚です、よろしくお願いします。入籍おめでとう、お願いします。続きまして小島店員さん。はい、どうも小島店員です、新婚の隣です、お願いします。お願いします。はい、まあ皆さんね、それぞれ、はい、このメンバーで最後まで走り抜けていくと、そしていろんな方々もこの後登場するということでございますけれども、で、うん、そんなメンバーのご紹介もさせていただきます。ディスプレイ越しではありますが、今回こちらの方がですねアシスタントを行ってくださいます。超天ちゃん、お、荒川超天ちゃん、あ、ジェルバは、あ、どうもどうも、はい、あ、そうか、声が出ないですよね。そうか、おー、モニター越しなんでね。はい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 、おてんちゃんだよ、かわいい、ね、久しぶりですけどね。おー、コーナー紹介とかするよ、タイミングする案件だっていっぱい、お、そう、もういいな、欲しいな、そういう自己紹介もありやすね、てんちゃんね、うん、さすがですね、ね、オタクをそうね、たくさん ね、あー、CG はね、うん、知る、そうね、久しぶりに知るの表現聞いた、いいですよ、投げてこう、うん、そういう、お、ちょっと、店長、大丈夫ですか、はい、はい、アシスタント、うん、アシスタントなんだね。あー、店長ありがとう、すごい、もう僕もね、結構いろんな番組司会進行させてもらって、うん、はいはい、自己紹介で2回案件って言った人初めてですね。さすがですね、仕事できるのはもう大事ですからね、うん、はい、店長も今日はいろんなところで、はい、こうやってサポートしてくださるそうなので、ね、くれると、はい、よろしくお願いいたします。みんなも早速ね、コメント昇天してますからね、はい、帰ってきてください、そうそう、ね、一応今回もたくさんの媒体で放送を行わせていただいております。英語と中国語による番組、うん、こちらも同時放送しておりまして、うん、あと YouTube ライブ、Twitter ライブ、Twitch、そしてニコニコ生放送、ビリビリ、うん、もういろんなところでですね、5媒体以上で配信を行っております。全世界の皆さんどうも、ね、見てくれてありがとうございます。ワールドワイドにいろんな媒体でやってみます ね、 で、うん、今回ちょっと僕初めてですね、このインディーライブエキスポ、はい、参加させてもらいますけど、もう3年目なんですよね、番組としては、はい、そんなに長いですね。ワイワイさんがもう初期からずっといるぜっていうことですけども、そんななってるんですね。そうなんです、何回かでも年に2回やったりすることもあるんで、3回以上やってると思うんですけど、もう大この盛り上がりとしてはやっぱ皆さんからのリアクションとか結構来ますか、うん、インディーゲームやっぱいいよねみたいなやつ。ああ、まあそうですね、とそう言っときましょうか。あれ聞いちゃいけないこと聞いたかな。いやー、もういっぱい山のように来ます、大丈夫かな、これ通訳して今の配信向こう側の人聞こえ、どういう通訳されてるかちょっと気になりますけども、気になりますね、確かに小島さんもこういった番組的なやつ出るのって結構久しぶりなんじゃないですか。そうですね、僕もあのインディーズゲームは遊ぶんですけど、こういう番組は初めてなので、いや今日いっぱいタイトルあるってことなんで、いや非常にどんなゲームと出会えるかってことがね、本当に楽しみになっております、あ、いいですね、はい、今日どこでプレイボール聞けるか楽しみにしてますんで。あ、そうなんですね、あ、もういいですか、最初やっちゃって、はい、いいですよ、もう、はい、そんなやりにくないですか、でもインディーズゲームエキスポがプレイボール、はい、お願いします、プレイボールになりました。これ今全世界に配信されてるんですよね。そうそうそう、だから英語でも急に野球の選手かなって思われてもおかしくないですね、これは。これ通訳さんが今どういう解釈をしてやってるかっていう、難しいと思う、なんでプレイボールなんだろうっていう、ゲーム実況者です。なんでもしね、あのその辺のサポートできる日本から見てらっしゃる方いたら、海外の配信でこういうことだよって説明コメント書いていただけるとお願いします。確かに聞き入れるかどうかは分からんけど。確かに。じゃあちょっと今日もですね、やること盛りだくさんなんで、やっていくこと紹介していきます。番組内容こちらです、はいはい、ダン、はい、インディーウェーブス、タイトルピックアップ、ゲーム実況コーナー、うん、私の名作インディーゲーム、インディーゲーム実況アワードと、はい、
まあ、それぞれやることいっぱいありますけども、うん、まあ、もちろんゲーム実況コーナーありますよということで。そうですよね、それ初めてですよね。うん、今までやってなかったんですか。やってなかったんですね、ゲーム実況は。特にそう紹介するだけで、やってはなかったんで。あ、そうなんですね。そうですそうです。もう腕っぷしのワイワイ君が面白いゲーム実況。それはそうですよ、14年やってますから。それはもう、今日ここ10年選手以上しかおらんのよ。なんならうちの制作陣も割と10年以上やってる。はい、そんなねちょっと安心感たっぷりでお届けしてまいります。でちょっと大切なお知らせさせてください。インディーライブエキスポ2022の開催記念しまして XBOX でセールをですね開催中でございます。こちら、はい、日本時間の5月24日火曜日8時59分までセール実施中でございますので皆さんぜひ見てみてください。さらにですね Steam でもインディーライブエキスポのセール開催中でございます。こちらはですね日本時間の5月28日土曜日3時までセールやっておりますんで、まあ、皆さんもうぜひいろんなところで見ていってください。よろしくお願いいたします。小島さんってどうですか、セールになったら結構ゲーム結構買うタイプですか。そうですね、やっぱりかなり値段も下がって買いやすくなりますし、やっぱりインディーズゲームってそもそもやっぱり購入しやすいものとなっておりますので、やっぱりそういうタイミングを狙ってね、まずいっぱいゲームを購入して、はい、でそれを順々楽しんでいくっていうのもまた一つの楽しみ方なのかなと思いますね。そうですね、もうセールだからこそちょっと見に行ってそこで手に入る情報みたいなのありますからね。そうですね、なんかワイワイさんがちょっとツボ入ってますけどどうしたんですか。なんか専門家ポジにいらっしゃるんで。今日はあの実況側じゃなくて解説側の方で。解説側でね、はい、いや心強いね、皆さんもいいゲームあったら教えてください。いっぱいコメント書いてってください、うん、そして本番組は多数の方々インディーゲームを制作されている会社様はもちろん個人の方や視聴者の皆様そして協賛者様のご協力で実施をさせていただいております、うん、ここで番組協賛者様のご紹介をさせてください。はい、はいはい、ではまずはこちらでございます。ドン、はい、サイゲームスありがとうございます。続きましてこちらWSS プレイグラウンド、はい、ありがとうございます。こちらメッセージいただいておりますので紹介させてください。インディーライブエキスポのスタッフの皆様今回も開催ありがとうございます。視聴者の皆様 WSS プレイグラウンドと申します。初回から回を重ねるために飛躍するインディーライブエキスポ、たくさんのゲームを通じて世界のクリエイターやプレイヤーとつながることができてとても嬉しく微力ながら今回も協賛させていただきました。今回は新作の発表を予定しております。インディーライブエキスポの盛り上がりの一部になれたら嬉しく思います。今夜は皆様と一緒にインディーゲームの熱で盛り上がりたいです。ありがとうございます、素晴らしいメッセージいただきました。続きましてこちらフリーダムゲームズ、続きましてこちらウィスパーゲームズ、はい、こちらはですね映像をいただいておりますので皆さんと一緒に見ていきましょう。お願いします。Company profile. Established in 2015, Whisper Games is a rising video game publisher based in China. Till now, Whisper Games has built up strong partnerships with companies from over 20 countries and provided customized solutions for more than 100 video games. Check out www.whisperinteractive.com for more details.はい、ありがとうございます。ウィスパーゲームズメッセージ映像を流させていただきました。続きましてこちら DL サイト、ありがとうございます。続きましてこちら講談社、ありがとうございます。続きましてこちら集英社ゲームズ、ありがとうございます。そしてこちらハピネット、ありがとうございます。そしてこちらプレイステーション、はい、こちらもメッセージ映像いただいておりますので流させていただきましょう。お願いします。皆さんこんにちは、ソニーインタラクティブエンターテインメントインディーズイニシアチブの吉田です。プレイステーションではインディーディベロッパーパブリッシャー様へ様々な形で継続的なサポートを行っています。近年ではインディーゲームは国や地域を問わず
多種多様な作品が制作発売され、ゲームを通じて文化や価値観の広がりも見られます。日本においてもインディーゲームの注目度は確かな盛り上がりを見せており、インディーライブエキスポはインディーゲームを発信する場として大きな力となっていると思います。こうした素晴らしい作品が世界中のプレイステーションコミュニティの皆様に楽しんでいただいていることを大変嬉しく思います。今回のインディーライブエキスポもそんな素晴らしいタイトルの数々を視聴者の皆さんと一緒に2日間たっぷりと楽しみたいと思います。素晴らしいメッセージいただきました。ありがとうございます。では続きましてこちら、プレイズム、ありがとうございます。続きましてこちら、ビサイド、ありがとうございます。続きましてこちら、 ID アット XBOX、 はい、こちらメッセージいただいておりますので読み上げをさせていただきます。 ID アット XBOX は XBOX コンソール、 Windows PC 向けのタイトルのセルフパブリッシングをサポートするプログラムです。日本には専任のチームがあり、日本のパブリッシャー様、デベロッパー様のタイトルをワールドワイドへリリースするサポートを行っております。本プログラムを通してのタイトルのリリースに必要な費用は基本ございません。また日本チームが窓口となりますが、お手続きはワールドワイド共通のプロセスとなり、北米、ヨーロッパなど地域ごとの承認手続きは不要です。これまで200を超える日本のデベロッパー様、パブリッシャー様にプログラムへ参加いただき、多くのタイトルをリリースいただいております。ご興味がございましたら、こちらの ID at XBOX のサイトよりご登録をお願いしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。続きましてこちら、インティークリエイツ、ありがとうございます。そしてこちら、株式会社ミュータン、ありがとうございます。続きましてこちら、ワンオアエイト、ありがとうございます。続きましてこちら、コーラスワールドワイド、ありがとうございます。続きましてこちら、ポケットペア、ありがとうございます。そしてこちら、 XD、 ありがとうございます。続きましてこちら、ダイレクトゲームズ、こちらメッセージいただいておりますので読み上げさせていただきます。 H2 インタラクティブは今年これまでにケーナ精霊の橋デラックスエディションやスイッチ版ワールドウォー Z など話題作をリリースしましたが、5月26日にはファイブナイツアットフレディーズセキュリティブリーチ、6月にはヤングソウル、7月にはシフベンジェンスエディションと多彩で魅力的な作品を発売予定です。また弊社が運営する PC デジタルキー公式販売サービスのダイレクトゲームズが来月でオープン1周年を迎えます。皆様のご愛好に感謝し、さらにご期待に添えるよう、これからも様々なキャンペーンとイベントを実施いたします。今後も H2 インタラクティブの展開にご注目いただければと思います、とのことです。メッセージありがとうございます。続きましてこちら、 G モード、ありがとうございます。そしてこちら、カグラゲームズ、ありがとうございます。そしてこちら、フライキャットエモーション、そしてスワップス4、ありがとうございます。たくさんの協賛者様に力を貸していただいて成り立っております。改めまして本当に力を貸してくださった大人の皆様、本当にありがとうございます。以上、協賛者様のご紹介でした。さて、いろんな力をね貸してもらってますので、早速ここからはコーナーに移らせていただきます。どうぞ。
ここからはインディーウェーブスということで、このコーナーではですね、まあ、今頂点ちゃんも紹介してくださったように、うん、おすすめのインディーゲームを一気にご紹介するお時間です。ただ短い時間で一気に紹介しますんで、まあ、気になるタイトルあったらですね、公式ページ見たりとか、あとスクショ撮ったりして情報を皆さん取っといてください。 Day1 では現在配信中のタイトルを中心に紹介していきます。あとすぐ遊べるタイトルになってますんで、まあ皆さんね、もう気になったらどんどん遊んでいってください。でこちら情報ですが、2022年4月8日までにエントリーされた情報をもとに紹介をさせていただきます。はい、で今回もですね、あの男がしっかりと紹介してくださるぜということで、日本放送吉田アナにヨッピーさんにですね、しっかりと今回、資料を読み上げていただいておりますんで、はい、もうその情報をもとにですね、皆さん盛り上がっていきましょう。ではヨッピーさん、よろしくお願いします。どうぞ。はい、ルーランさん、ワイワイさん、ちょっとご無沙汰しております、はい、日本放送のアナウンサーの吉田久典です。今回もあの収録ブースにここ来させていただいているわけなんですが、今回もですね、あのインディーゲームウェーブス、400タイトルはないんだよね、ギリギリ300タイトル以上あるものをお伝えするということで、今日もですね、これからこのブースであのゲームのタイトル、それから本当に簡単な内容をご紹介させていただこうということに、なっております。ただあの途中で力つけている可能性があるんでその場合は生のスタジオに頼る可能性があります。もうそっちに来てください。それじゃあ、ウェブス1からスタートです。どうぞ。駅かクイーンズアイランド、奇想天外、物と融合した駅人が織りなすホラーコメディ青春バイオレンスノベルゲーム。寿司屋台、お客さんがやってくるので注文通りにお寿司を握ろう。猫の三毛とあなたの心温まる物語が始まる。物語があるんだ、うん、ポイポイ芋工場。シンプルなゲームですが、個性あふれる芋や工場の人たちのキモくて可愛い独特な世界観を堪能してください。ヨッピーさんは元気ですかね、皆さんね、ブロックタワーオンライン。ルールは簡単、上の人を落としたら負け。交互にブロックを消していくオンライン対戦ゲーム。あら、カラフル、倒したら勝ちになるよ。ハンバーガー。ゴーストロア、東南アジアの民話がテーマのパクスラアクション RPG。 東南アジア民話特有のモンスターと戦おう。へえ、民話なんだ。特有のモンスター、特有のモンスター。スーパーバグスアウェイくん、2人で遊ぶコミュニケーション重視の協力ゲーム。ーハンターかサイエンティストになり猫の耳を救え。コミュ力が大事ですね、はい、うん、楽しそう。協力系ね。エイムクライム、エイム×山登りゲーム。プレイヤーのエイム力によって山を登る高難易度ゲーム。ーそのスリルは無限大。おエイムで山登りって発想がすごい。デック・オブ・アッシュズ、戦術的なカード戦闘が楽しめるアドベンチャーゲーム。ー呪われたファンタジーの世界を探索せよ。面白そう、イラストがすごい、うんうん、ラビットード、ならかわいい、カエルっぽいウサギが主人公の高難易度 2D アクション RPG スクール MV で作られたゲーム。かわいい、うん、難しい、難しそう。リニアシューターリミックス、ローグライトと弾幕シューティングが融合したゲーム。パワーアップで時期を組み立て迫り来る敵を倒そう。なんか懐かしさがあるね。プレデター&レック、捕食者と崩壊。未確認生物を回避し宇宙ステーションから脱出せよ。スチーム版がついにリリース、ローンチセール開催中。これやったんですけど面白かったです。これあ、もうやったんですね。もう実況します。これ面白かったです。ウィッチエクスプローラー、ステージやイベントの追加、キャラの衣装替えなど価格はそのままで大きくアップデートしました。アップデートして、ね、探査機、片道の宇宙探査。まっすぐにしか進めない探査機は星を探し、その見尽きるまで宇宙を漂う反放置系探索アドベンチャー。反放置系 VR 包帯少女、ん、包帯を使ったワイヤーアクション VR ゲーム。ううメタクエスト2単体で遊べるバージョンも登場。オタクアドベンチャー、3人のヒロインと過ごすごく普通のオタクの楽しいノベルアドベンチャー。モバイル版新 DLC 無料追加決定。ごく普通の絵ではないよね、うんうん、そうやゆく、
密航者によって重量が増加した宇宙船を描く方程式ローグライトアドベンチャー。宇宙船？クアッドダイスディフェンス。4つのサイコロで砲台を作るタワーディフェンスゲームです。出目の組み合わせが砲台の性能になります。よく考えるな。エスコと魔界傭兵団。戦略8割運2割。仲間を集めて魔物に挑め。パーティー構築系シミュレーションアドベンチャー。運があると変化があって面白そうですね。クレイジードーナツ。豚が縦横無尽に動くクレイジータウンを車で駆け抜けるランアクションゲーム。やりやすそう。うん、やりやすそう。ボルダリングロボ 3D。 物理演算を使ってフラフラと壁を登るボルダリングアクション。知る人ぞ知る運転ロボの続編が登場。運転ロボなの？トリニティ S。 MMORPG のエンドコンテンツの要素をギュッと凝縮したボスラッシュ形式の協力オンラインゲーム。エンドコンテンツボスラッシュ形式の増えるゾンビちゃん、薬剤の箱とある町の末路。歩けば歩くほど増えるゾンビとの密を避けるターン制パズル。町は滅びますが抗議のハッピーエンドです。あ、ね、ハッピーとは何だ。ハッピー滅びるんだね。ノイズスターライト。リズム、弾幕、ビジュアルノベルを掛け合わせたユニークなゲームプレイはタッチスクリーンでしか表現できない。これ大変そうだな。すごい動き激しい。シェムハメホラシュ。架空19世紀末の戦場をゴーレムたちが彩る RTS。 第一部英訳完了。4月アップデートにて新エピソード追加。おー、新作性すごそう。再戦迷宮。阿弥陀くじのような迷宮を進む和風ローグライク。式神朝顔に道を示し踏破を目指します。かわいい。かわいいね。いいね。カラーエネルギー。お、気弾で怪人をぶっ飛ばせ。お、いいね。さまざまな属性の気弾を放ち多くの敵をぶっ飛ばしましょう。いいな、勢いすごい。いいね。クレイジーパンケーキ。パンケーキ。トラが縦横無尽にかけるクレイジーサバンナを走り抜ける骨太ランアクションゲーム。ちゃんと説明の要素多いんよな。月光のソードブレーカー港編。5人のヒロインたちとのドキドキワクワクの恋愛模様を描いた学園ラブコメビジュアルノベルです。ラブコメ。パズルバトラー未来。可愛いドット絵とスキル攻防が楽しいパズルバトルゲームです。育成やスキル収集もありしっかり遊べます。意外とハマりそう。アイドリングアイドル。容姿、能力値がランダム生成されるアイドルを育成するスコアアタック型のシミュレーションゲーム。へー、容姿までランダム。スマイルも。トゲトゲの罠にかかり跳ね飛ばされてはまた進む。ゲーマーに刺さる横スクロールアクション。やられちゃうわけじゃないんだ。難しいやつね。口。お、スーパーナナル。街はトラブルだらけ。飛び越えろナナル。可愛いパン屋さんのランアクション。可愛い。おお、ご紹介ありがとうございます。ヨッピーさん、終わりか。ヨッピーさんの読み終わった後の読んだやでっていう顔が僕結構ツボでしたね。ワイワイさんちょっとどうでした、今見てみて。結構なタイトル数でしたけども、うん、いや、まあもういつものことですよね、これがもうこれからずっと続くんで。まだ始まったばかりだぜってことですね。そこも注目ですよね、ヨッピーのその今後の疲れ具合が出てるのかどうかっていうのもまた見ものですよね。そうですね、うん、ちょっと今ここ元気にしておいた方がいいかもしれないですね。多分あの番組後半ぐらいになってシークバー戻して、あ、この時のワイワイさんまだ元気だなっていう基準になると思うんで、ここが、うん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 、そうヨッピーもそうなんでね。それ楽しみです。読み始めた直後からみんなのコメントがもう疲れてるんじゃないかって病気みたいな、なことないですよ。ヨッピーさんあれめちゃくちゃ元気ですよ。もう元気ですね。多分映ってないところで足ピョピョしましたずっと。小島さんどうでした、もう今32タイトル一気にいきましたけど。いや、もうやっぱりインディーズらしい尖った感じがあって、やっぱり面白いゲームいっぱい出てきて、で崩壊と捕食者、先ほどあの実況したって話したんですけど、はい、学生さんが作ったんですよね、このゲーム。あ、そうなんですね。学生さんで、あの学生コンテストで大賞取ってるゲームで、ホラー感もストーリーも操作性もすごいいいんで、ホラーゲームをあのやっぱりライトに遊びたいって人は、この崩壊と捕食者かなりおすすめなんで、
怖いゲームが好きな人はぜひ遊んでください。すごい小島メモ、はい、いいですね。小島メモプレイしたことあるからこそおすすめです、うん。皆さんはどうですかね、気になったタイトルとかこういうのあったなっていうのあればぜひコメント書いてもらいたいですし、うん、なんか途中のあのカエルのようなウサギがっつってピョンピョンって飛び始めた時にカエルやないんかいっていう視聴者の総ツッコミ結構面白かったですね。はい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 、このラビトードね、そうですね、うん、いろんなタイトルありましたけども、ただあのすごい一個一個がとんがってるイメージもありつつも王道でありつつもいろんなゲームありましたけど、うん、全部を淡々と紹介するヨッピーさんやっぱすげえなーって思いましたね、うんうん、なんて服着てるんだってめっちゃ広いじゃないですか、ワイワイさん、それそれはそれで、まあ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 、楽しみでしょう、でもね、確かにまたこのウェーブスの彩りとしてね、見ていただきたいところですよ。もう毎回ウェーブス来るたんびにそこばっか見ちゃうかもしれないですけど、はい、じゃあこういったこれからもどんどんタイトル紹介していきますので皆さん引き続き楽しんでいってください、うん、以上インディーウェーブス、はい、その1でございました。タイトル、はい、でございました。ピックアップ情報なんですけども、こちらの方に今回ご紹介いただきます。インディーライブエキスポレポーターの古島さん、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、今回のピックアップタイトル、常世の塔なんですが、ジャンルとしてはローグライクな 2D アクションになります。現実の時間でですね、24時間ごとにダンジョンが自動生成されるという、非常にユニークな要素を持っているんですが、この24時間の間は全世界のプレイヤーが同じダンジョンに挑むことになります。で、連動してデイリーのランキングも更新されるので、実力を重視した楽しみ方ができると思います。はい、で、そうですね、24時間ごとにっていうその区切りもそうですし、みんなが同じところチャレンジできるっていうのもね、企画もあるんですよね。他のプレイヤーが死んだところにあの墓標が立って、そこに今の際の言葉とか残ってして、みんなが頑張ってるんだなっていうのが分かるところですね。はい、墓標が立ってたらここは気をつけた方がいいとかもあり、そういうこれこもあるんですね。はい、でこのゲームが映った時もね、皆さんおーってなってましたけど も、古島さんが映った瞬間のワイワイさんがあ、古島さんだって言ったのちょっと僕聞き逃しませんでしたね。古島さんちょっとしたプロレスラーに見えるでしょ。ちょっとまあいい成績を出しそうなレスラーさんには見えますけど、確かに。ありがとうございます。好きなんですよね。わかります。好きなんですよ。パワーのあるレポートしてもらって、ありがたいですね。はい、ゲームの難易度についてなんですけども、この画面を見ていただければ分かるとおり、かなりの難易度、なかなか鬼畜な、モンスターやトラップが待ち受けています。なので、何度でも挑戦しながら少しずつ少しずつ、攻略することになると思います。
ただ一方で、まあ、見ての通りキャラクターのカットインが入ったりとか、と会話のやり取りなんかはかなり可愛い感じで、可愛いと難しいが交互にやってくるというか、もう可愛い難しい、可愛い難しいみたいな感じで、なかなか難しいゲームになっております。はい、いくら難しくしても可愛ければ許されるみたいなところもあるんでしょうね、きっと。そうですね、ついついやっちゃいますしね、難しい方もね、死んだ方がやるみたいなとこあると思うんで、まあ、あと純粋にかっこいいですね、こうやって見ててもね。小島さん、こういうゲーム得意ですか？横スクロールは、まあ、やるときはあるんですけど、やっぱり結構難しいんで、やっぱり変化がやっぱりあるっていうのが、さっき24時間変化があるっていうのがあるのと、やっぱり一人でやってるとやられちゃったりすると、うわ辛いなと思うけど、他の人がいっぱいいるっていうのが目標になってるっていうのもありますし、そういう面ではやっぱり初めて入るにしてる人も、やってる人も結構楽しめるんじゃないかなっていうふうに見ていて思いました。はい、はい、では、次のスライドお願いします。はい、こちら常世の塔なんですが、6月2日にフルリリースが決定しました。はい、もうちょっとですね。もう少しです。はい、で、任天堂スイッチも同日に、発売が決定しております。なので、スイッチは本日から 20% オフで予約開始とのことです。おそらく今、YouTube のコメント欄の上の方に、e ショップのリンクが固定されていると思いますので。ありますね。はい、スイッチで遊びたいという方はぜひそちらをチェックしてください。はい、以上タイトルピックアップ、常世の塔の紹介でした。ありがとうございます。ありがとうございました。古島さんはこの後もうちょくちょくいろんなタイトル紹介してくださるんですね。はい、よろしくお願いします。古島さんが出るためにワイワイさんがちょっとにこやかになるんで、そのもちょっと楽しみにさせていただきましょう。はい、じゃ古島さんピックアップタイトルの紹介ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで一旦 CM を挟みまして、この後はインディーゲーム実況アワードの紹介をさせていただきます。それでは CM ご覧ください、どうぞ。では様々なプラットフォームで豊富なゲームを皆様へお届け。ダイナミック横スクロールアクション RPG ヤングソウル、人気サバイバルホラーシリーズ最新作ファイブナイツアットフレディーズセキュリティブリーチ、本格破綻風アクションゲームシフベンジェンスエディション、まもなくオープン1周年のダイレクトゲームズではお得なイベントを実施中。 PC ゲームデジタル機公式販売サービスダイレクトゲームズ。
てんちゃんありがとう。すいませんね、一瞬あのカメラがオンになっちゃって、うん、あの CM 中にてんちゃんが練習してる様子が今流れちゃったんですけど、ね、あの多分後で同じことてんちゃんやってくれると思うんで、その時あの、うん、初見のリアクションで皆さん対応していただけるとてんちゃん喜ぶと思いますんで、うん、よろしくお願いします。ありがとうてんちゃん。はい、素晴らしい情報にいっぱいいただきました。てんちゃんありがとうございます。ありがとう、ありがとうてんちゃん。ではでは、ここからはですね、また発表をさせていただきます。一つ目のゲームタイトルはこちらです。ダン、はい、7 days to end with you でございます、はい、こちらのタイトルなんですけども、全く読めない謎の言語を使うキャラクターと雰囲気や態度、ボディーランゲージを見て言葉の意味を推測してコミュニケーションを取っていくゲームとなっております。で、こちら受賞しましたゲーム実況配信動画ちょっと見ていきましょう、はい、こちらでございます。はい、ダン、やったと思うんだけど、うん、昨日語って結構短くなりがちなのよ。昨日語ってなんだっけ。助詞とか、はんはんはん、だから、がーとかにーとかをーとかでとかって短いじゃん、うん、そうだね。で、逆に単語はさ長いわけじゃん。そうだね。何モンシロチョウみたいなものとかは、うん、だからあの短い語がさ文法的な機能を持ったものだっていうふうに考えたら、うん、早そうじゃない。さあ、こちらね、ちょっと一部流させていただきましたけれども、ゆる言語学ラジオという方々のチャンネルの動画でございます。動画の説明も一緒にですね、まあ、受賞コメントもいただきましたんで、ちょっと読ませていただきます、はい、ゲーム実況アワードでの表彰ありがとうございます。初めてのゲーム実況に対して、妨害の評価をいただけて正直驚いております。我々は普段ゲーム実況からほど遠く言語の話をだらだらとやっております。その結果、今回の実況でもゲームを一切進めずに助詞のにとおの違いなどを延々と喋ってしまいまして、神妙な動画を世に出してしまいました。しかし結果から言えば、こうして評価していただけて本当に嬉しいです。これからもゲーム実況をする際にゲームをあまりやらずに、シニフィアンとシニフィエがどうのこうのとわけのわからないことを言い続けていこうと思います。以上、この度は本当にありがとうございました。はい、ということでですね、対象の実況動画、ゆる言語ラジオさんのフィールド言語学者の気持ちがわかるゲームとなりました。おめでとうございます。で、選考理由読ませていただきますね、うん、専門家の視点からゲームを遊ぶということは、ゲーム散歩さんのチャンネルなどでも行われていますが、その専門性を直接ゲーム性にそのまま活用できるケースというのは非常に稀です。インディーゲームだからこそ生まれ得た動画であり、世界で唯一のマッチングが行われていると感じ、表彰いたしました。続きを楽しみにしております。はい、まあ、つまりゲームやってるようで全然あの違う話で動画終わっていくみたいな、うん、そんなところが評価されているというところなんですが、こちらの動画に送られました賞は、さっさと続きを遊んでほしいでしょう、同点です。おめでとうございます。続きやれ。まあ、ゲーム実況やってると小島さん、こういうこともあったりしますかね。いや、まあでもあることありますね、やっぱり話すだけ話して終わるってありますけど、まあでもゲームをきっかけにしないと生まれない会話ってものはやっぱりありますんで、ある意味これも新しいゲーム実況形であり、新しくもなく昔からもあると思いますけどね。こういうのも面白いですね。こういうショーなんですね。そうですね、もうそれちょっとあの癖の強い感じのショーのピックアップの仕方を、これはこの後からもやっていきますんで、初めてこれはすごいですね。もうワイワイさんから見たら、もう賞おめでとう、もうこれはもうしっかり受け取れたねっていう、もうなんて言ったらいいんでしょうね、結構癖の強いやつ今後も出てきそうですか、やっぱり。まあまあ、でもこの賞に関してはね、もう僕も人のこと言えないんで、全然続かないんで、僕も続きはやらない派なんで、これはもう僕も嬉しいことですよね。まあ、賞になることが嬉しいことだ。そうです、そうです。これは認められる世の中にやっとついてきたんだと、時代が、うん、そうか、ゲーム実況だからってゲームが全てじゃないんだっていうのが評価されるようになった。もうそんなんしたことないですもん、僕なんか途中でやめてばっかりですなことはないやろと、気が気だったもんね。まあ、こんな感じでこの後もアワード発表させていただきます。では次のコーナーに行きましょう、でやってまいりました。インディーウェーブスのお時間でございます。 おすすめのインディーゲームを一気にご紹介します。いろんな情報が怒涛でやってきますので、皆さんメモだったりスクショの用意はしておいてください、うん、でこちらの情報は4月8日までにエントリーされた情報をもとに紹介をしていきます。はい、きっとまたあの男がですね、うん、しっかりと読み上げてくれると思いますので、頼りにさせていただきましょうか。ではヨッピーさんお願いします。ヨッピーさん、ブロックマイスター何事もなかったかのようにアートパズル、始まりましたけども、してお手本通りの形にしよう。もしかしてヨッピーさんずっと読んでたんじゃないですか今まで。マジで服見てまう。ミルキーウェイ、ギャラクシーアドベンチャー、タッチ操作でカジュアルに遊べるシューティング、
星座作り、衣装集め、ストーリーも楽しめる。かわいいけど。しょぼんのルキミンデラックス、しょぼみと雪のティアラ。冒険家しょぼみちゃんになり、理不尽なトラップの数々を回避して進むハートフルアクションゲーム第4弾です。4弾、人気作なわけだ。じゃあ第4弾、ね、スバラシティ、東京の街が新しく追加、夜景も楽しめるようになる大型アップデート。夜景ですか。止まるなコロッコ2、ちょっと変な仕掛けがたくさんある謎解きゲーム。石ころのコロッコをゴールへ導こう。止まるなコロッコ、いいな。インディーズの嘘、ローグライクなデッキ構築カードゲーム。仲間を率いてルーンやテンプシステムを駆使し冒険に繰り出そう。カードゲーム的な。ワンダーラン、ドット絵のランアクションゲーム。ちょっと変わった絵本の世界を冒険するお話です。あ、桃太郎っぽいですか。ハルモニアハート、可愛い4匹の動物たちのワクワクストーリーとドキドキのコマンドバトルでお送りする RPG です。面白そう。キュア、創作の治療、実在する創作物の世界が舞台のメタフィクション RPG。 テーマの都合上グレーなネタも満載。そしてまた壊した。デス・ギャンビット・アフターライフ、美麗なピクセルアートとソウルライクな戦闘、壮大なストーリーが特徴のハードコア 2D アクション RPG。 すごいな。パラノーマルディテクティブ・エスケープ・フロム・ザ・ナインティーズ。90年代風のレトロなゲームセンターで謎を解き、ゲームで遊んで勝利を目指す VR 脱出ゲーム。脱出なんだ。怖くはないんかな。怖そうでもない、アルケミストレス・ビビー。暗号解読ロジックパズルを解いて魔女が強力な魔法を使うのを手伝おう。ラクーナ、 SF ノワールアドベンチャー。太陽系を巻き込む戦争の危機を捜査官ニールとなって食い止めろ。困難な選択が次々と現れる対話形式アドベンチャー。対話形式、対話で戦争止める。お、パラノーマルディテクティブ、エスケープフロムザエイティーズ。80年代の子供部屋を探索し、懐かしのおもちゃやゲームに触れながらクリアを目指す VR 脱出ゲーム。いやこれも面白そう。 VR すごいな。アリーナオブジアリーナ、ローグライクデッキ構築ゲームとシミュレーション RPG が合体。剣闘士になって血みどろの戦いを生き抜こう。血みどろか、あ結構血出るかな。メックアーマダ、ポストアポカリプス単性戦略ゲームが Xbox、PlayStation、Nintendo Switch でも発売予定。すごい画質綺麗。アブリス、ビルドトゥデストロイ。おうわ、リアルな大破壊描写が特徴の建築物破壊ゲームの PC 版、早期アクセスでついに発売。爽快感ありそう。うわ、アヌチャード、怪物と戦い謎を解き、ガーディアンを目覚めさせよう。囚われた人を助ければ冒険の手伝いをしてくれるぞ。ゼイヤーカミング、これもまたゾンビを増やして大軍を作り上げ、敵の兵器をかわしながら人類史に噛みつこう。めっちゃ面白そうこれ。お、何でもゲームになるな。ゾンビ系はいいな。アライズ、あ、シンプルストーリー。時を操る力で愛する人の喪失を見つめ直す胸をつく冒険に旅立とう。二人でも遊べる美麗な 3D アクション。すごいストーリー。癒されそう。バイオタ、ゲームボーイ風グラフィックの 2D アクション。8人の主人公を使いこなしエイリアンと戦おう。懐かしさあるな。プリミティア、自由度の高い物理演算 VR サンドボックスゲーム。物体を自由に切断結合して様々な道具や機械を作れます。VR ってすごいね。トゥモローフォーマー、期末テスト合格、大学卒業、そして告白。小さなラブストーリーを描く 2.5D アドベンチャー、ただいま販売中。青春じゃん、青春じゃん。チャイナタウンディテクティブエージェンシー、現実世界での調査がゲーム内の謎解きにつながるサイバーノワールポイント&クリックアドベンチャー。世界の調査、
ディフレクター、地獄のような弾幕を敵に跳ね返せるエネルギッシュなローグライトアクション。やりがあるそう。ディスカラード、すべての色が消えてしまった世界で色を取り戻すパズルアドベンチャー。綺麗だな。綺麗だね。温度、静かな世界を瞑想の旅に出る滑らかなサウンドサーフィン 2D アクション。音楽が流れてるわけだ。音なん、ドーフロマンティック、なんじゃこりゃ。タイルを配置して村を美しく成長させる平和でリラックスできるパズルゲームがついに PC で正式リリース。へえ、面白そう、うん。ダンジョンディフェンダーズアウェイクンド、4人まで一緒に遊べるタワーディフェンスアクション RPG の最新作がプレイステーションに登場。これもすごいな、うん。エスプレッソタイクーン、なんだこれ、なんだこれ。コーヒーの研究から従業員管理まで、あらゆる要素を駆使して自分だけのコーヒービジネスを成功させよう。もう仕事じゃん、もうこれ。これ出るのかな、これ。エバースペース2、危険と貴重な戦利品に満ちた宇宙でのエキサイティングな SF アクションアドベンチャーを体験しよう。これは綺麗、すごいな。これでインディなんだ。ウィル・ユー・スネイル、悪の AI があなたの動きを予測するアクションゲーム。罠をかわしオプションのパズルを解いて脱出しよう。かわいい。おー、すごいよ。Bさんノーカットで読み上げましたからね、さすがですよ。そうでした、はい。今これで31タイトル、うん、はい、怒涛のでしたけども、小島さん、はい、気になるタイトルありましたか？パラノーマル ディテクティブですっけ、あのホラーっぽい感じの、昔の80年代のその機械とかを、懐かしいものを使って謎解いていくっていうゲーム。あー、VR おもちゃですよね、あれ。なんか昔ファミコンであった、なんかその指でコントローラーするっていうのが出たりとか、はい、昔懐かしいものがあったんで、ちょっとあれ興味ありますね。面白そうですよね。面白そうですね。ワイワイさんどうですか、見てみて気になったものを。唯一やったことがあったのが、あるんですね、やったことあるんですか。ありました、ありました。アブリスっていう、なんか物理演算のやつなんですけど、はい、これはこれでね、1ステージ1ステージで思わぬ動作をするんですよ。こう動くと思ってスタートかけたら全然違う動きするっていうのが意外と面白いゲームでしたね、はい、なるほど、うん、もう予想をね、もう超えてくるっていう意味ではです。なんか今のうなずきすごい深みがあったんですけど、あんま探らん方がいいやつですかこれは。いやいやいや、楽しかったですよ、普通に楽しかったです。このゲームはおすすめです。なんか今コメントでもありますけど、コーヒー面白そう、うん、ね。あ、そうですね、エスプレッソタイクーンでしたっけ、うん、はい、コンビのやつも面白そうでしたけどね、バーッとわらわらといくやつもね、うん、遊びのやつ面白そう、確かに爽快感あって面白そうでしたね。もうなんか本当何でもゲームにしてしまって、クリエイティブな、ね、レベルが高くなってますよね。そもそもそのの5、6年前のインディーズゲームは全然違いますね、うん、確かに、うん、ね、やったことあるよっていうコメントも、ね、結構流れてたんで、うん、ぜひね、ちょっとまた面白かったやつだったら教えてください。はい、はいはい、では続きましてのコーナーに行きましょうか、はい、今日すごいやること多いんでね、はい、では今続いてのコーナーこちらです。
さあ今ご覧いただきました映像はですね、インスクリプションというタイトルのものでございました。まあ、こちらピックアップの映像が流れたということはもうあの男の登場でございます。皆さんお待たせいたしました、インディライブエクスポレポーターの古島さん。登場するだけで全員を笑顔にしました、ね、ありがたい、ありがとうございます。さあ古島さん、うん、今回の情報ゆっくりでいいですよ、またもらっていいですか。はい、こちらインスクリプションというゲームなんですが、昨年の10月に発売されたタイトルです。今回インディーライブエキスポ実施にあたって英語圏のメディアにヒアリングしたんですが、複数のメディアからこのゲームマストプレイ、絶対プレイしろとかなり強く押してもらいましたので今回、紹介させていただきます。新情報があるわけではないのですが、ぜひプレイしていただきたいなと思います。はい、ただこのゲームなんですが、皆さんもこれからいろいろと感想とか言っていただく、もしくはプレイしたことがあるかもしれないんですけど、できればネタバレは厳禁でお願いします。なるほど、ネタバレ厳禁な要素があるんですね、そういう、はい、まあ、トレーラーとかみたいな、なんかちょっとなんかおかしいなって思うところがあると思うんですけれども、うん、はい、何なのかはぜひ喋らないようにしていただければと思います。はい、じゃあ古島さんはこのネタバレをしてはならない部分の要素は知ってるんですか？全部ではないんですけれども、はい、一言だけちょっと言わせてもらえれば、はい、このゲーム、カードゲームが主になるんですけれども、食物連鎖をテーマにしてまして、うんうん、かなりカードゲームパートでも、考えさせられるところがありましたね。はい、でそのびっくりする要素を知った時、古島さんどんな顔になりました？いや、まあ、ホラーゲームなので、まあ、かなりびっくりするところがあったので、どちらかというと怖い顔をしてたと思います。あ、楽しみですね、これはまたどんな感じなのか。はい、でゲームの説明なんですが、はい、ジャンルはデッキ構築型ローグライトと、あと脱出ゲームスタイルのパズル、さらにサイコロジカルホラーと、3つのゲームジャンルが合体したゲームになっております。一言というか一見すると、まあ、どういうことというようなゲームになっているんですが、実際プレイすると、納得していただけるかなと思います。途中出てくる実写の彼についてはあんまり情報は、いやそう、ね、あれが多分すごいんでしょうね、うん、すごいドヤ顔でこっちで、ね、あそこに入るのはやったプレイヤーの皆さんなんじゃないかなと思うんですけれども、お、はい、お深い要素があるかもしれない。僕はでももうクリアしたんで。あ、もうやったんですね。やってるんだ。やりました全部。ちょっとネタバレはね、とも言えないですね。だから、うん、だから何とも言えないというか。なるほど。そうなんだ、やっぱり。で、一言で言うたら、でもね、めっちゃ頭いいゲームやなと思う。あ、そうなんですね。これだからクリアしても終わってんのかみたいな、こう考えさせられる、どんどん。そういうゲームでしたね。おお、はい、ではすいません、次のスライドお願いします。はいはい、こちらのゲーム、PC ゲームズ N と、あとハードコアゲーマー、そして、アンドロイドセンタルという、3つのメディアから推薦をいただきました。すでにゲーム実況でも結構遊ばれていると思いますが、もちろんゲーム実況は OK なので、配信者の方もぜひ一度手に取っていただければと思います。最後に、一つ、はい、一度だけ言いたいことがあった。なんすか、なんすか。言って帰ります。はい、なんだ。ゲームの内容はぜひ君の目で確かめてほしい。お、以上ピックアップタイトル、インスクリプションの紹介でした。いいですね、ちょっと言った後ちょっと恥ずかしそうなのがいいですね。岩井さんね、もうね、古島さんのずっといてほしい。確かにもういいじゃないですか、ずっとそこ座っていてもらっても。ここで一緒に、まただね、また1回のボケ戻って、資料を見てまた戻ってくるという時間ありますんで、はい、古島さん今回のピックアップタイトルもありがとうございました。ありがとうございました。ではここでまた1回 CM を挟みまして、この後実況のコーナーに移らせていただきます。どうぞ。どうしよう、ほとばしアームドブルー、アームドブルー頑張った。この指とまれ、今日は一緒にクイズで遊ぼう。みんなコメントで参加してね。どうしよう、焦る。リンゴだよね、パイナップルは落ちなくない？なんだこれ、リンゴの表示してんな。あ、間違えた、ゴール。さあお絵かきしようか。何だらけの何でしょう。フィンガー
我らが大地ルーナジア、そなたには大陸制覇に向かう6つの道がある。統一を果たした時、そなたは死ぬのだ。全てのそしてあらゆる物語さてさて、ここからは実況のコーナーでございますが、まずはですね、てんちゃん紹介をお願いします。紹介していただきました実況コーナーでございます。さてここから実況してくださいますのは我らがワイワイさん。はい、もうワイくん、はい、なんか見えてますか今。見えてるか。見えてますよ。見えてる、もちろん。すごいシュールですね、ブイヤケね、もうね。はい、どうですか。もうだいぶいい感じの。こちらからはだいぶシュールに見えてます。さあもう今ね VR の機器接続しておられますけれども、ワイワイさん今回、はい、今紹介してきたインディウェーブスの中からタイトルピックアップしてもろて遊ぶということですが、今回ワイワイさんに遊んでもらいますのはプリミティア。はい、よろしくお願いします。映りました。今映りました。今画面を今しっかりワイワイさんが見てる様子が流れてます。はい、てます。これこうやってワイワイくんが見てるものが全部の画面に映ってます。工作は今後見えてる見えてる。アブラムシみたいなのが止まってて、これえこれ見えてます。アブラムシ。アブラムシ、アブラムシは見えてない。アブラムシはいない。ここになんか止まってる、ほんだらこれ、これね、なんすか、なんかさっき紹介されてましたよね、ちょっと。あ、映ってる。はい、映ってた。それが今映ってる画面ですわ。これが僕です、今。あ、ワイワイさん可愛いっすね、ちょっとね。可愛いもんちゃって、ワイワイくん。はい、でしょ。うん、そうなんすよ、それね。おおしょ。あのちなみに今その映ってる可愛いワイワイさんと一緒に、その下でちょうどなんかマスクつけとるワイワイさんも両方映っとるんですよ。どちゃくそシュールっすよ今。どちゃくそシュールですよね。できるならどっちかに。これ早速じゃあ始めていきますよ。行きましょう行きましょう。スタートな。はい、じゃあこれでどういうゲームか。これだから何でもできるやつですよね。何でもできる。そう。木とか切って。なんかこうあれでしょ、機械まで作っていくっつってね。あ、そう、さっきね紹介したゲームですね。機械で作ったと思うんですけど、いろんなもの作れるんだな。そう、多分これ木を木に石投げて、はい、石投げて切れるよねってことでしょ。わかりやすい。で、その石と木で斧を作って切って、うん、ってことですよね。これ石か、これ上から石はあかんけど、ちゃうか、あ、石で木を割れるよね、うん、っていうことかな。あ、いっぱいなんか説明が。そうそうそう、そう、多分そのチュートリアル的なことなんでしょうね。四角の世界が。へい。あ、自分映ってる。へい。あ、前も来た。前も来たよ。映ってるよ。へい。へい。何のゲームか分からんすか、前さん。お、お、すごいすごい。キレッキレの。体力ゲージもないし。もうもうもう。どっちも映っとるか、シュールやな。これだけやってたいな。これだけ作ってこれじゃあ行こう。じゃあ石や、石かなんかを、石か、そう、じゃあもう見えへんとこ、ここにアブラムシがどんとかってんのよ。本当にいるの、ここに。それ多分あのアブラムシがたかってて、それアブラムシや、それいるよ、ほらそこにいるじゃん、ほらアブラムシ。あ、それかアブラムシちっちゃい、ほんどないしてとんねん。捕まるアブラムシ。今度取れるか。アブラムシも実装されてるんだ。両手両手アブラムシ。これただあの海外の配信だとどう訳されてるかすごい心配。英語でアブラムシってなんて言うんだろうね。アブラムシ捕まえない。オイルバグ。オイルバグ。アブラムシ。これをアブラムシで引かれんの。これいける？アブラムシで。これ。これ。お。これ多分通訳さんめっちゃ困ってるよ今。これむずいの。アブラムシ、ちっちゃい虫を捕まえて木にぶつけてますって言ってますよ今。素材をゲットしないとね、ここでね。こういうことよね。いや、あの多分違う。
これ違うよ、これ違う。これ多分ね、アブラムシ今ゼロダメージ出てたから、アブラムシわかんのか。アブラムシじゃちょっと気は折れないかもしれないな、これな。もう一回アブラムシ忘れよ、もう。うん。ちょっと逃がしてあげよう、かわいそうかな。じゃ、この、これにしよう、じゃあ。あ、あるある。なんかこれどこれ。あ、なんか動いてるで。何や、青いのいる。動いてるけど。動いてる、動いてる。これは、これ、これ敵なんじゃない、これ。これね、これ敵か。これ敵や、敵や。こんな、どんな人こんな捕まえんの。怖っ。何これ、痛い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 って言われたってなって俺ものすごい方法しか見えへんから見えへん、ちょっと待って、こんな俺こんな体勢で、あ、あ、ちょ、攻撃してきてるわ、あ、来てきてる、お、体力は、体力ゲージない、あ、あった、あった、体力、あ、なるほど、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょ、一回逃げよう、3対1、今画面には映ってないんですけど、今1000分の913になってるんで、ちょっと食らってますね、1000分の913 80食らった、80食らってる今、残りのね、アブラムシの敵討ちに来た、あと10分の1ね、うん、オッケーオッケーオッケー、結局今のところアブラムシしか要素分かってない、アブラムシとなんか攻めてくるやつ、これちょっと切るまでやりたいね、これそうそうそう、でっかい大木をこれが切りたいから、いい天気や、じゃあ斧を作ろう、じゃあそうだそうだ、斧を作ろう、斧を作ろう、そうだ、さっきあったもんね、こうやろ、木をこれで殴る。これでそう殴る、これ。いけいけ。そう。よし。おお、効いてる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 。ペペとペペペペペ。おお、効いてる効いてる。おお、つう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 。やった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 。いってんじゃん、いってんじゃん。いた？もう下の画面見ると。いたかな。まだまだ。まだか。結構頑丈ですよその子。おおおお、いた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 。いた。片手で。おおおおお。来た。これどういう状況？これ掴んだよ。これ素材やん。こうなった、こうなった。うん。あ、なるほど。大きいだけだ。これを使うんか。木材で。できすぎへんか、でも。こんな。これ斧に使うのかな。こんなでっかい斧、誰が振りますもうちょい分解しましょう。そう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 。もうちょい分解すんの。分解しましょう、なんか。うまいこと。僕はね、もうちょい、なんかできない。重すぎるんよね、これが。掴んで石で殴ればいけんじゃない。そうか。お、いけるいける？おー、強い強い強い。いってるいってる。テーブルをガン、テーブルをガン、細いの行こう、細い、あ、これでいいや、ほら、あった、あ、いいよ、もう こちらになります、これこうやって乗せたら、これもう、あ、やるじゃん、こうもういけるやん、出来上がったものはこちらになりますですね、これこうじゃん、これはサービスいいですね、こういうのがあるのは、これ違うの、確かに、出来上がったものがあるのは、出来上がったものはこちらになります、これを、あ、あ、取れた、あ、いた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 、あ、取れた、お、いけてるぞ、いけてるぞ、いけてるぞ、これとこれを、和田君、いいぞ、よし、よし、組み合わせることができる、スンと、よし、いや、そこだ、やったか、つけ、逃げた、俺逃げた、逃げたか、棒をくっつけるはずがバキって、これだから、これ石も整えなあかんよね、ほんでだから石自体もそんな斧ないもんね、うん、真四角の斧よりは、なんでこれ、これなあ、もうちょいこう、ああその石もってさっきの青いの言ってもまたね、あー、敵のように逃げてたやつ、まあ、とりあえず、まあ、壊しめ、これすごい、もう親の仇みたいによし、これでこいつを、はい、取って、おお、いいよ、いいよ、いけ、そうや、よしよし、これをちょっと、うん、一回こっち持ってきて、そうだね、あ、いいとこね、いいとこ持ってって、よし、お、いいぞ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 、どないしょ、これゼロダメージやな、これな、ほんとは食らってない、ね、食らわないね、この人は、ちょっと食らった、あ、ちょっと食らった、ちょっと食らった、ちょっと食らった、それ前、それ前、それ前、いいぞ、いいぞ、いいぞ、来た来た、で、もうもうちょっと、もうちょっと細くするか、細くしましょう、じゃあ、よし、もうちょっと、もうちょっと、よし、よし、よし、まだまだ、ちょっと、足来て、来て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 、すごいな、よし、おー、めんどくさいの、いいよね、めんどくさいの、それを楽しむゲームで、和田さん、もう、めんどくさい言うたらダメよ、もう、こうね、それでやっぱやっていってと、あ、ちゃうわ、なんか平たかった、ちょ、これ石も、ほんだこれ、ちょ、これを棒にして、そうそうそう、棒来たよ、棒来たよ、これね、ご自宅でやっててね、拾った拾った、もしご家族入れて方、あの息子さんがこれを自分の部屋でやってて、あったご飯できたよっつってガチャッと開けてこれやっとったらちょっとシュールですね、確かにこれお、いける、これ、いや、ちょ、もう一個、もう一個、その火打ち石的な、ええー、あ、火打ち石的なやつね、そうそう、感じで、そう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 、これ自体をこう、いや、あ、いいやいやいや、サイズが違うね、コン、お、いった、ほら、いってるいってるいってる、あ、なるほどなるほど、火打ち石、ポロン、あ、これいいんちゃう、あ、これさ、あと3、4分ぐらいで片付けてお、これ3、4分ぐらいで斧を作れるか、これよし、頑張れ、いけるいける、ほら、まだ時間10分、押しつけ、くっつけ、頼む頼む、くっ
いける。よし、そうだそうだ。くっつけ、頼む。送ってくれ。おのぐらいできてくれ。頼むって。あと3分しかないやって。ここでここでお知らせがございます、はい、あと3分くらいかなと思ってたんですけど、はい、結構あの後ろのスタッフチームの受けがいいみたいで、あと6分くらい延長です。ありがとうございます。これこうじゃない。よし、これ、お、斧、斧できるか。こっちがあかんか。どっちが、兄さん、これどっちがあかんと思う。こっち細い、これ、これ太い、これ、それベストだと思うよ。これがほんと太い、これ、これつかないか、これ、これ結構ベストだと思うんだけどな。ペン、お、これはもう文明の立つよ。これが石器時代突入。これでや、これ、これはたぎるわ。こうや。あ、見える見える、ほら。見える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 。いい。これはこうや。で、行こう。じゃ、いやー、こうやって文明は発達したんだな。うわー、これが、そりゃ楽しくていっぱい作っちゃうわ。ここ同時通訳チームの皆さん、すみません、本当。おーおーおーおお。いけるいけるいける。おい、よしよしよし、落ちまし、落ちましたけど、まやくん、ついに握力が頑張りすぎて、しかもかダメージ10しか出てない。まやくん、壊れた壊れた。ボタンと、これ壊れてるよ。まやくん、こっちがボタンは、だから、あ、そうか、ボタンからな。よし、こうやろ。じゃ、もうちょい、もうちょいさ、もうくっつけてもろて。あ、じゃ、もうちょい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 、この先を長めに、いよいよ、こう、そうそう、こう、こうつけて、そう、あー、斧感が、さっきハンマーチックでしたけどね。そうそうそう、斧になった。おー、すごいすごい、めっちゃ上がった。両手でいくか、こう。そうは、両手だ。よし、文明の力で、いいぞいいぞいいぞ、8、0、25、2万5000は無理だよ、バイバイ。巨木だよ、それは。それは無謀だって。これはちょっときついかな。なんでそいつを選んだんだよ。これちょっときついな、これでは。なんでそいつなんだよ。ではもう無理だよ。だから組み合わせが悪かったね。組み合わせですかね。組み合わせ、うん、多分悪かったね。まあまあ、もうちょっとチャレンジしてみますか。あと3分、3分ないし。じゃあ、なんかそれでなんかさっきの襲ってきたやつとかも行ってみたら。そう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 。あの茶色の物質。いや、樹齢千年もあったか、ちょっと無理か、さすがに。そうですね、樹齢には勝てなかったな。こんなんなってしもうても。ナタになった。マヤ君、これナタだよ。マヤ君、いや、勝ったね、勝ったね。さっきまであんな大きかったのに。ちょっと、ホストなったな。来た来た来た、やべやべやべ、そいつは食の、今日の夕飯や、マヤ君。今日の夕飯や、いけるって。負けるなよ。うわ、今50勝ってる、今ダメージ50勝ってる。残り1分850やで。全然当たった。当たった。あ、バヤ君残り1分730だよ。当たったんじゃ。強いぞこれ。全然当たらない。このコロッケみたいな。コロッケに襲われてるぞ。あ、逃げた逃げた逃げた。ああ。逃げた。逃げた逃げた。こいつから。こいつを掴めへんもんか。これ。こいつを掴みたい。掴め。あ、壊れてる。え？あ、これ取れた。あ、掴んだ。あ、掴んだ。うわー、失礼した。え、あれ、これは食べれるの？結局これは何なの？いや、なんかこれの、ええ、これを取って、取って、これを、おいおい、やめろ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 。今まで元気な元気に動いてた。取った。そういう類のやつなん、それ。これ生物ですよね、多分これ。これはいけるんじゃない。これいける。これはすごい力が強かったからね、暴れてくるから。これは樹齢千年も勝てるかもしれないぞ、バイバイ君。おお、いってるいってる。これはでもちょっとこいつがすごいな。こいつは HP2 万あったもんな、この子。こいつをちょっとなんとかしたいな、こいつ。なんとかしたいね。これ倒したら全クリなんじゃないかな。もうほら、あっちのさ、はい、方にもほら、なんかわかる、あの煙とかあるある、なんか山っぽいのあるね。そうだから、もっとあるのかもね。そうだね、もっと強いのが、いろんな世界が、うん、もっと強い、あの塊とか。塊が意思じゃなくね。なるほどなるほど。こんなんも多分なんかこの別の油虫、そう、オイルバグ。これもなんか多分何か何かなんやろうな、これ。うん。これは鉄っぽく
ない？これもしかしたらすごいエメラルドとかそういう宝石の可能性があるよね。あほらあほらこんなんとか、いたいたいた、こんなんとかを使った方が実は良かったりとかするかもしれない、うん、くっつけてみますか。なんか奥深いな、ええ、じゃあ油虫とコロッケを。あっついた、なんじゃこりゃ。おロックバスターみたいになった。あらあらあら、ロックバスター来た。ロックバスターほら、おすごい打てる。ロックバスターやこれおお、これいいね、これ勝てるぞ、これいいな、これいいな、かっこいいじゃん。だから何でも作れるからゆえに、うん、自分のアイデアで世界広がるからね、そういう巨木にぶつけたらダメージいくん違います。すごいことね、これいくんじゃない、パンチで。これまず、うん、あっ、強い、これは強いかもしれん。一発120、ロックバスター、ロックバスター強い、ロックバスター行こう。うん、行ってみよう、あいつに勝てるかもしれない、あの巨木に。でっかいよな、あいつだけ。あだって違うもん、貫禄が周りと違って。あれ主でしょあいつ、主、ね、巨木に主とかあるんすか。樹木界の主だよあいつは。勝てるか、でもいける。ワイワイ君のロックバスターならこんなにちょろよ確かに、もう今までの武器の中で一番強いですからね。そうだよ、もう一発でもう砕け落ちるから。これいけ、ワイワイ君よ、ファイト。いやっ、あ、1 1 0 45 0 0 0。もうね、射撃武器なんよねロックバスターはね。殴るもんではないですからね、本来ね。やっぱりちょっと打てれば違った。0 0。先端のアブラムシついてますちょっと。アブラムシどうした、砕けてる。アブラムシ死体、アブラムシが散りましたね。これはすごいわ。これちょっと誰かに、やっぱこれこそだから皆さんでやって、ええ、これを倒してほしい。そうですね、うん、こいつを文字通り倒してほしい、うん、ぜひプレイしてね。でこれ倒したって、ほんでまたその向こう側があるかもしれないからね、うん、もうちょっと。そうか、遊んでいいんすか。あ、マジっすか。もうちょっとやってほしいと。ちょっとあの、もうちょっと巨木じゃなくて、今世界か、世界見てほしい。世界を、あ、世界を、ね、なるほどね。僕らはまだ巨木しか見てない。なるほどなるほど、そう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 、だこのここのこのこれとかも食べられるんじゃない、この。あ、木の実がある。あ、これ食べるものがある。そうそうそう、木の実があるよ、ワイワイ君。これはかなり、ここでビタミンを補充した方がいいと思うよ。おお、硬い。取れる、取れない。ポズって言うた、あ、いたいた、ポズって言ってどっか行ったわ。ポズって言ってどっか行った、どっか行ったね。食べたのかな。だからまあ瞬間的に、まあ、体力回復してない。体力はね、回復します。回復する、回復する。今ね、さっき600あったけど100回復した、1個で。取れ、取れ。回復しろ、回復しろ。もうやだわ。木の実でケースそれ、木の実こんな必死に取っとる人見たんで、やだわ。これでもこうやったらこう、あ、あ、取れた、あ、取れたんじゃない、取れたんじゃない、いたいたいた、取れた、回復したんじゃない。150回復した。取ったらもう回復なんですね、もうね。あともうちょっとね。これ何、このでかい、これ石ですか。石、これ石、いける、これ、いや、これは無理ね。手刀でいくの。いたれいたれいたれ、そんな、いけるいける、こんなんでは無理やけど、いくともせん。いや、こんなんでは。そこにテーブルあったよ。なんかだからこれに打ち付けて割るのかな。おお、これちょっとでもあれが気になるよね、あの煙が、ね、確かに煙ちょっと気になるね。人がいるのかな、煙があるってことは。うん、もしかしたら誰かと会えるかもしれない。走れはせんのかな、ね、今日この後ずっとこれでいきます、もう。うん、あとこれ3時間であそこまで煙まで行くと。ワイワイさん、はい、お時間です。はい、あれ今 OK 出ました。もうここで OK 出ました。何のドラップもないとこで時間急に来るっていう。水飲んで、水飲んで終わろうか。じゃあ、いやだからいろいろね、ええ、あるかもしんない。もっと、うん、水にも水の物資があるかもしんない。そうだね、ちょっとそれつけたままでいいですけど、ワイワイさんやってみていかがでしたか。いや、もうこれはでも実況向けなんじゃないですか、やっぱ、うん、だから皆さんもぜひやりがいを見つけられたと思うんで、あの巨木をね、目的をね。そうだから、それをするだけのためにね、ちょっと一回やってみてほしいなと、うん、思いますよ。でもしかもまたこの感じでいくと、はい、どんどんアップデートとかもされるかもしんない。おお、うん、まあまあ確かに追加したりしやすそうでもある、うん、だから、うん、ぜひ皆さんもやってみてほしいと思えるようなもんでしたね、はい、いい実況でございました、ありがとうございます、はい、またこの後もね、いくつかゲームプレイする時間来ると思いますんで、はい、その時もよろしくお願いします。以上、ゲーム実況コーナーでした。あれ、なんや。
皆さんね、今日は長い時間お付き合いいただきますんで、引き続きよろしくお願いいたします。続いてはインディーゲーム実況アワードのお時間ですかね。はい、はい、なんでまた表彰を行わせていただきます。はい、はい、ワイワイさんずっとついてますけども、なんか外すか、まあ、良きタイミングで、あの、お任せしますよ、もう取るタイミングは、うん、はい、このままでもう、じゃあ、 ワイワイさん楽しんでる間に、ね、表彰させていただきます。2つ目のゲームタイトルはこちらです。ダン、はい、アモンガスですね。もうね、皆さんご存知のアモンガスでございます。アモンガス、はい、これはどういうゲームか、まあ、ご存知の方多いと思いますけれども、視聴者の、ね、皆さんにお伝えさせていただきます。15人でプレイできる、最大15人でプレイできる人狼ゲームです。はい、まあ、宇宙人狼なんてね言われてもう親しまれておりましたが、もうたくさんの方がいっぱいコラボとかで使われている、まあ、有名ゲームでございます。で、こちら表彰されますゲーム実況動画は一体誰のものなんでしょうか。こちら、死体を発見したのはメインホールの真ん中らへんでしたっけ。そうですね。で、停電中だったから死体が具体的にどこにあるのかわからなかったという。あの真ん中らへんってちょうどベントがあるところなんですよね。で、昇降機のところに繋がってるので、まあそう考えると、アーカイブらへんに妙楽さんがいたとのことなので。あと、黒人さんも宿舎前通路とかエンジンルームでうろうろしてたって話だから、この2人も見るできないわけではない位置にいます。さあ、こちら、見事受賞しましたのはフニッチカさん、ほか皆さんで、ね、いろんな方々コラボしておりますフニッチカさんのフニンガスシリーズ、おめでとうございます。ちょっとどんな動画か簡単に紹介させていただきます。まあ、フニッチカさんという方が、ね、主催しております、こちらフニンガスと呼ばれる、まあ、コラボの総称ですね。ゆっくりだったりボイスロイド TRPG などの投稿者が集まりまして遊んだ、そんな動画を編集したものでございます。まあ、切り抜きのようなシンプルなものではなく、まあ、その展開だったりとかいろんな補足だったり思考がしっかりと解説され、作品単体としても見やすくなっております。まあ、特にですね、ニコニコのランキングではですね、もう日々毎日もうほぼ上位に入ってるシリーズになっておりますので、ぜひですね、皆さんも見ていただければ幸いなんですが、そんなフニチカさんからメッセージもいただいております。フニチカです。この度は表彰していただき誠に光栄に思います。アモングアスは対話が必須なゲームであり、コミュニケーションが取りやすく、人によってプレイスタイルが違うのが傍から見ても分かりやすく、同じ試合でもそれぞれの視点で別の物語が出来上がるところがコラボ企画とすごく噛み合いやすいと思います。フニンガスの新しい動画はニコニコで見られますので、よかったらチェックしてください。夏にはメンバーと何かやりたいなと思っていますとのことです。そしてですね、こちら見事受賞した賞を発表させていただきます。こちらの動画には編集技術を教えてほしいで賞を送られます。はい、理由といたしましては、人狼というゲーム性質上人気にはなりやすいものですが、同時に視聴者の固定化を加速させる側面がございます。フニンガスは属性が違うクリエイターたちがそれぞれ動画投稿することで視聴者のご愛を起こしつつ、一方で役職の解説動画も準備するといったようなことも行われています。まあ、飽きさせない企画性と新規視聴者に優しい構図、多くの方にこのゲームを遊びたいと思わせる素晴らしいシリーズだと感じましたというメッセージでございます。はい、フニチカさん、おめでとうございます。ありがとうございます。ワイワイさん、久しぶりに見た現実世界はどうですか。もうずっと視覚の世界でしたけど、眩しいですよね。眩しいなと。まあ、もし余力があったら後で、あの、この番組のアーカイブ見てみてください。結構シュールな感じになってました。なるほど、ね、イベントかなり盛り上がったよ。はい、この後もいくつかまたアワード紹介させていただきます。インディーゲーム実況アワードでございました。では次のコーナー行きましょう。こちら、さあ、またまたやってまいりました、インディーウェーブスです。このコーナーはおすすめのインディーゲームを一気に紹介をさせていただきます。まあ、短い時間で一気に流れてきますので、気になるタイトルだったり、もうこれやってみたいなというものがあったら、ぜひ公式ページ等々でチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。こちら2022年4月8日までにエントリーされたものをピックアップしております。ではまたヨッピーさんにね、話聞いてみましょう。はい、ヨッピーさん、いかがでしょうか。お願いします。フリッピンカクタス、やっぱずっと読んでたんでしょうね。レトロなグラフィックと80年代の雰囲気が漂う 2D アクション、トゲのある過去を持つサボテンの復讐劇。サボテンなんだ、かわいいね、丸くてかわいい。ゲットアグリップ、チップ&ザボディバッグズ。
小さなロボットヒーローのチップは聴覚系の苦痛を解決するため人体内の新たなミッションに挑む。勉強になりそう。ゲットタンクド。ダイナミックな戦車が登場するアドレナリン全開のアリーナシューティングゲーム。激しそう。古剣鬼譚。聖夜に歌い継ぐ万世の夢。すげえ。古代中国をテーマにしたファンタジー世界が舞台の巨大 3D シングルプレイ RPG。 巨大、すごい画力。カンフューリーストリートレイジ。あの映画カンフューリーがゲームに。デビッド・ハッセルホフ、そして仲間たちと一緒に敵を蹴散らせ。映画をゲームにするのもありなんですね。なるほどなるほど。ホープトリガー。横スクロールアクション RPG。 奥深い探索要素と死ねば全てを失う手強くも爽快なバトルで敵と戦おう。あ、緊張感ある。綺麗、うん、イディオティック・ザ・ゲーム、うん、次元を自在に行き来するスピード感あふれる一人用 FPS。 二段ジャンプや壁走りを駆使して走り回ろう。お、次元を行き来する。ダーク・ソーズ・ファイアリンク。モンスターを倒し勇壮なボスと戦い、そして素晴らしいスキルを手に入れる 2D メトロイドバニア。戦況物語。のどかな谷間に栄える集落で仙人を目指しながら穏やかな暮らしを送るスローライフゲーム。あら、いいね。エンドゾーン、ア・ワールドアパート。世界的な災害後流浪の民となった人々をリーダーとして率いる都市建設ゲーム。アクラ。パズルいっぱいの島を探検し新しい友達を作り秘密を解き明かすオープンワールド倉庫版。なんか懐かしい感じ。ゲームボーイカラー感、うん、ありますね、うん、イントラベナス。オープンワールド倉庫版。手ごわい見下ろし視点のステルスアクションゲーム。見つかった？ならばアドレナリン全開の銃撃戦だ。お、難しい系かな。ヤノシック。ハイランダープレジションプラットフォーマー。秘密だらけの山城を探検するレトロ風 2D アクション。無料でプレイできます。お、無料なんだ。へえ、面白そう。ポップスリンガー。90年代魔法少女アニメに影響を受けた 2D アクション。ソーダが動力の武器を手に侵略者と戦おう。設定がかわいい。かわいいね。ジャンプチャレンジ。溶岩から逃げるアーケードスタイル 2D アクションゲーム。トライバーサル、ね、まったりと難しさのバランスが絶妙な空間パズルゲーム。オーブをつなげてブラックホールに重ねよう。ブラックホールなんだ。宇宙空間大事なパズルって難しいな。キルスカッド。1人から4人まで協力できるハクスラツインスティックシューティング。仲間と共に銀河のゴミ掃除だ。銀河のゴミ掃除だ。お、片付けよう。ルーズリップスサイドサニーデイ BL。ああ、イケメンだ。2019年に発売した PC ゲームのアンドロイド対応リメイク作品。ジャンルはポイントクリック型アドベンチャー。奥深そう。魔法アームズ。可愛くも強い女性が主役のスタイリッシュなハイテンポ 3D アクションゲーム。すげえ。おお、動きがすごい。マリス&グリード、うんうん、敵やボスを無理やり仲間にするローグライトなターン制 RPG。 無理やり仲間にする。無理やりなんだ。メックネスト。個人開発で処女作のローグライト 3D 弾幕シューティング。アイテムを集めてメカたちの巣窟で暴れまくれ。新開発ここまで。ビハインドザフレーム。あら、とっておきの景色を。おお、スケッチや着色で謎を解き美しかったあの頃を紐解いて。謎解きなんだ。そう。モータルグローリー。剣闘士たちを率いて過酷なトーナメントを勝ち抜こう。タクティカルグラディエーターローグライクゲーム。すごい横文字だな、うん、ナイトレバリ。なんだこれは。とある子供が異変の起きた家の謎を解く可愛くも不思議な物語。オールドワールド。シビライゼーション4のリードデザイナーが作る
歴史シミュレーションゲーム発売。 DLC キャンペーンが一時的に無料プレイ可能です。オービタルバレット、ローグライト要素を取り入れたスピーディーな360度 2D アクション。2D でぐるぐる回るんだ。アメリ、心にしみるユリビジュアルノベルが任天堂スイッチ、XBOX、プレイステーションで発売決定。ポリビータ、タイルをつなげて主人公を導く美しくリラックスできるパズルゲームです。キングダムオブザデッド、モノクロで手書きされた恐ろしくも没入感のあるド迫力 FPS ホラーアドベンチャー。すげえ。ポートトラベンター、ポートトラベンターの王子として町の経済を発展させ、オークやドワーフの襲撃を打ち負かせ、機動クラブ G ブレイバーバースト、本作は巨大ロボで読み合いバトルをするゲームです。ネット対戦あり、アンドロイド版を鋭意開発中です。じゃんけんみたいなことだ。ありがとうございます。また怒涛の30タイトル、はい、いっぺんに来ましたけども、ワイワイさんどうですか、もう今の中で印象的だったものとか、これやったことあるぜみたいなものとか。いやでもなんか今回紹介したやつは綺麗なやつも結構多かったですよね。確かにリアルなやつもね、最後のやつもすごいあれでしたし、あのホラーのやつとか特に、光った瞬間に敵が見えるみたいなのはね、どうしても怖いですからね、そうですね。そういう意味だと小島さんも結構怖いやつ気になってるんですか。そうですね、キングダムオブザデッド、やっぱり白黒のホラーって怖いんですよね。カラーがつけばつくほどやっぱりそこはホラー感は減っていくんですけど、で打って光った瞬間に色がついてたんで、はい、その表現っていうものが面白いなと思ったのと、さらにはとっておきの景色の綺麗なやつ、やっぱりインディーズゲームだと癒し系のゲームって結構多いことがあるんで、そういうものもやっぱりちょっと今回これちょっと気になるなと思いましたね。途中ね、ありましたけど、もう敵やボスを仲間に、無理やり仲間にっていうフレーズが出た時に僕コメントで、それは仲間と言えるのかってやつが流れてきて僕ちょっと好きだなって思いました。確かに仲間無理やりは仲間じゃないね。まあでもやってたらきっとちょっと、ね、一緒に冒険していくうちになんかどんどん仲良くなっていってみたいなのになるんでしょうねきっと、はい。まあ、いろんな、ね、ゲーム、はい、怒涛の紹介でございましたけども、まあ、ヨッピーさんの疲れ具合大丈夫そうでしたかね。ちょっと確かにもう今ので100何十本ぐらい紹介したんでしょうねきっとね、なのでちょっと疲れ見え隠れするかなと思いますけど、まだまだたくさんありますんで、ヨッピーさん頑張ってください。はい、では次のコーナーに移らせていただきます。どうぞ。ご覧いただきました映像はですね、ロストエピックというタイトルでございました。いやどんなゲームか気になりますね皆さんね、いや誰か教えてくれる人いないかな、ないかな。そうなんです。なんとあの男がまたまた登場でございます。インディーライブエクスポレポーターの古島さん。
こちらロストピックは、いわゆるソウルライク的な要素を持った、やり込み要素満載の 2D 横スクロールアクションゲームになっております。ゲームバランスは若干ハードで、格闘ゲームのようにコンボをつないだり、カウンターを狙うといった立ち回りが重要となっております。はい、次の動画お願いします。もうものすごい、あの古島さん出てくれたらコメントがブワー盛り上がってて今来てますけど、これが次の動画ですね。はい、はい、そして今回、アップデートで神の目という機能が追加されました。神の目、はい、こちら使用すると今までステージでは隠されていた道が新たに現れて、ダンジョンが追加されるという、さらにやり込み要素が拡大するアップデートとなります。はい、次のスライドお願いします。ありがとうございます。ロストエピックなんですが、ただいまアップデートが行われたようです。現在早期アクセス中ですが、はい、ラスボス戦まで、追加されたようですので、これでとりあえず一通りのコンテンツを楽しむことができるようになったかと思います。あ、もう5月21日アップデートということはもう、はい、もう下直後、下直後、あら、これも今まで楽しんでた方もね、お今からかっていうので、はい、より楽しみが増える。もう一回遊んでいただけると嬉しいです。で、本日インディーライブエキストセールにも、参加していますので、ぜひこの機会に遊んでみてください。おー、はい、面白そうですね、これもまた、ね、横スクロールっていうのもね、やっぱりやり込みがあれば深いですからね。まだアーリーアクセスなので、まだどん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 、きっとコンテンツが増えていくんじゃないかと思います。難易度が上がっていくっていう感じよりかは、また面白みが、味が増していくっていう感じの作られました。開発者の方のみぞ知るという感じですが、はい、ぜひ期待したいところですね。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、以上タイトルピックアップロストエピックでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、もうやっぱ古島さんの情報を伝えていただくのなんか落ち着きますね、ワイワイさん。そう、本当笑顔が素敵。なんかあのワイワイさんの今のテンション、さっきまで石ガン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 やってた人と同じ人と思えない感じの温度差出てますけども、うん、そうそうそう、それが古島さんの良さですよね。まあ、癒してもらいますね。そうそうそう、そういうパワーをも持ってますよ。本当に素晴らしい。やりづらかったらやりづらいって言ってくださいね。ありがとうございます。はい、非常にやりやすいまた後ほどもね登場していただくチャンスあると思いますんで、はい、古島さんもありがとうございました。ありがとうございました。では続いてのコーナーに移らせていただきます。続いてのコーナーはこちら。ありがとう。いいですね、癒されますね、てんちゃんのね、もう紹介も。はい、ここからは新コーナー、私の名作インディーゲームという、はい、時間でございます。まあ、出演者の方にですね、珠玉のもう大好きなインディーゲームたちをプレゼンしてもらおうというコーナーなんですが、うん、まあやっぱこのコーナーはですね、もう過去ずっと出てるワイワイさんに、うん、はい、もう1回目なんで、もうこれはいろいろ教えてもらいたいなと、そんなお時間でございます。はい、はい、うん、ちょっとワイワイさんお疲れですか、大丈夫ですか。ええ、まあそうなんですよ、ちょっと飛ばしすぎたかなというところはある。油虫で、いや、まあ、あの古島さんでちょっと飛ばしすぎた。やっぱ、ね、古島さんちょいちょいいてもらった方がいいですね。ちょっと残念ながらこの時間、あの古島さんあのおられないんで、うん、はい、振り絞っていただいて、振り絞っていただいて、はい、まあ、今回はでも、あの僕がだから、はい、ちょっとピックアップして、何作か5、6個かな、ピックアップして僕が今までやってきたインディーズゲームをちょっとの中でも名作を部門分けしてちょっとあのピックアップしましたんで、それをまあ知らない方もいらっしゃるかと思うんで、ご紹介したいなということで。わかりました。まずちょっと一回その一覧みたいなものを見せていただければと思うんですけど。あ、結構部門が分かれてるんですね。そうなんですよ、これもご存知の方が多い。これし小島兄さんとか知ってますか、この中のゲーム。ちょっと知ってるのはないな、結構ないないね。ああ、
良かったですね。うん、じゃあそう、あ、ハンドシミュレーターは知ってるかもしれない。ハンドシミュレーターは、うん、そう。知ってるけど結構初めましてばっかりですね。ワイワイ君は、いろんなものやってるね。あ、レオランさんも知らないですか。あ、もう今日はこれ教えてもらえるのありがたいですよ。うん、知りたい、そうなんや。ワイワイ君のおすすめっていうか、とんでもなく面白いですね。いや、もうぜひやってほしいんですけど、まずはじゃあちょうどいい。上からというか、順を追って説明したいんですけど、うん、まずその自由すぎる部門に選ばせていただいたのが剣士っていうものです。剣士、うん、剣士、剣士ってやつ、ね、あのいい感じの、ね、かっこいい、かっこよさそうですね。これちょっと ね見せてほしいんですけど、はい、剣士の映像じゃないですか。映像があるよ。あ、映像あるんだ。そうね、どうなんだろう。このゲームは、はい、むちゃくちゃ自由なんですよ。オープンワールドにある、はい、このワールドの中で AI の敵が勝手に動いてて、で自分も一人の人になって動き回るんですけど、まあ、殺し合いもありますし、各 AI 同士が戦争してたりとか、へもう生きとるんですよ、その世界で。あ、もう本当に世界なんですか。世界です。本当その世界でほんまに生きてて、はい、AI が勝手に考えて生きてて、ご飯とかもちゃんと食べてて、ほんで食物連鎖もちゃんとあって、その中で一人で飛び込むんですよ。あら、でそのどっかの派閥に属すもよし、いきなり辻斬りみたいにこう倒していくもよし、はい、あの食人族とかいるんですよ。わ、そういうのを倒しに行ったりとか、あとねすごいクリーチャーがいたりとか、もうそういう何でもできる、そういう動きをするとかじゃなくて AI が自分で考えて動いてる。そう、考えて。面白い。本当に1個の世界だ。そう、1個の世界がそこあるんですよ。でそこに何の目的もないんで別に、でも行ったから例えば家作ろうとか、その家作るにもやっぱそこのテリトリー山入ってくんなよとかちょっと圧かけられたりしながら、ほんまにでもそいつを倒すこともできますし、だあと手とかもう切られたらもう手戻ってこないですし、そういうもう完全にほんまに疑似人生みたいな、わ、おもろ、自由なゲームっていうね。最長でどれぐらい生き残ったの、ワイワイ君この世界。あ、もう僕はこの世界のやつを全員もう、統括したんで。統括したの。すげえ。おさんになったの。そう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 、すげえ。そうそうそう、なんでそれもできます、はい、チーム組んでね、自分の国みたいなものを作ることもできる。うわー、あらくれ AI たちを収めたんだ。そうです、そうです。これがね、その自由すぎる部門ってことで、これ結構知ってる人多いと思うんですよ。あ、なんかすごいいい時間、この時間、これぜひ面白いやってみてください。で次がね、はい、ロストエッグっていうゲームなんですけど。ロストエッグ、はい、これは一回じゃどうでしたっけ、音楽部門ですか。あ、はいはい、音楽部門で、これね、音楽部門っていうのも変な話なんですけど、なんすか、はい、300円でゲーム作られてるんですよ。300円このゲームが、そうで、そう、売られてるんですよね、うん、で、はい、この黄緑ソフトさんっていうとこ300円で、この卵を転がすやつとか、はい、トイレットペーパー飛ばすやつとか、はい、なんかとにかくこう場所を越えていくみたいなゲームがをよく作られはるんですね。ただね、BGM が圧倒的に合ってないんですよ。お合ってない。そう、卵を転がしてるから、例えばもっとこう、戦う感じの曲とか、激しいやつね。そう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 、もっとこう激しくアクションゲームっていう感じじゃなくて、もうすっごいもう なんかもうほんま教会に流れてそうな曲が流れるんですよ。ピアノの確かに癒しの感じが。聞いてるけど、そうはね。そうなんですよ。もうほんまにもうね。落ち着くんですよ。だからめっちゃ難しいゲームなんですけど、でこれ難しいゲームなんですよ。ちなみに難しいんだ。割れちゃうから卵が割れへんようにいかなあかんから、やねんけど落ち着いちゃうんですよ。人生を考えちゃうぐらいの深掘りを開くとか。そうだからもうまさにその卵が先、この卵が最後ね、そのゴールのところに行くのがね、ゴールがフライパンなんですよ。彼は食べられるために便器行っちゃったよ。そう、便器ってもう食べられた後のやつに行っちゃったよ。そうそうそう、もそれ、まあ、また戻ってもこれますけど、なんかそこも考えるでしょ。食べられるは食べだけに割らないように言ってる彼とか、悲しいじゃん、頑張ったのに。考えるような曲が流れてるってすごいなっていうんで、音楽部門いい意味で合ってないってことなんですね。これみんなすぐ買えるんで一回やってみてくださいよ、ほんまにむずいんで。なんかたださっきの剣士の紹介の時、なんか結構、統括の下りで嘘つくみたいな、いやいや視聴者の方に言われてましたけど、これはなんか事実、これはクリアしました。これもクリアしましたし、そのまあその過去のことはね、まあもうよしなさいよ。それで大人がいいって言ってるわけで、それをね言ったら大事なんてね。まあ、いいか、やばいですよね。今を生きればいいですよ、我々も。そういうことを考えさせてくれるいい音楽。これでね、次にね、またご紹介しようと思うんですけど。どこ行きます？そしたら次。ままならない部門行きますか。何中部門ですか、これは。これね、もうそのまんまなんですよ。まんま、これちょっと一回ね、やらせていただけると思うんですけど。はい。このもうこれ知ってる人多い、このハンドシミュレーターって言って、まあ、もうまさにハンドってですよ、手。手をシミュレートするゲームなんですけど、はい、これね、ほんまに難しいんですよ。
ゲームが。ああ、やっとるやっとる。でこれ、いやでもこれね、結構マルチでやったら、もうすごい楽しいんで。マルチなんだ。マルチでやったら楽しいんですよ。一人でやるっていうよりも、はい、マルチで、まあ、8人とか例えばじゃあ集めて、せーので、銃を撃つとか。ああ、なるほど。やるんですけど、指一本一本いくんで。これが、ね、キーボードで。そう、それ、これキーボードでもいいですし。なんか割と刺激強めでしたけど、一回どんなやつか。そうそう、一回こうやってみましょうか。僕が一回ちょっとこれやってみますね。ままならない部門。ままならない。手術のやつとかもあったりとかってやつだね。あ、手術のやつとかもありましたね。うん、わ、なんかいっぱいありますよ、ちょっとこれ。これは知らないな。これね、何がいいですか。ローランさんじゃあ何がいいですか。いや、僕小島さんに選んでもいいですよ。やっぱ実況はやっぱ小島さんいっぱいやってるんで。これ何でもいいですよ。ホラーに行きたいとこなんだけど、気になるな。ミルクメイド。ミルクメイド。ミルクメイドは何な、何のことか。全然ホラーとニュアンス違うけども。ミルクメイド。そういうことね。あ、そういうことね。これね、作るなんか混ぜるかと思ったら、これはミルクメイドだ。これは作ったのは牛さんだけどね。大丈夫っすか、ワイワイさん。これあの一応ね、世界配信で父を今から触れようみたいな感じになってますよ。これこれがないと牛乳飲めないからね、僕たちはね。これ触れる、触れる、触れるんだよね、これ。これどうやってるか分からないんで。いや、そんな、あの、行くならギュッて言ってくださいよ。なんか優しい感じはダメだって。分からない。この、これがこれがまず、そうそうそう、いや、そうか、回すやつ。そうか、前田くん、コントローラーでやったことないんだ。そっから、そうそう、そっから。これ今、通訳さん困ってるって、裏で。そっから、いかなあかんから。あ、いいよ、いいよ、いいよ。おー、ほら、おー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 、回し方が分からへん。そんな、もう一思いに、一思いにやってくださいよ、お前さん。ダメですって、そんな優しい感じは。ちょっと。これで、これで、これでこう。これ、難しい。こんな、それも。むずい、ほんまにむずいね。でもこれ、動かせてもむずい。指が一個だからね。これ。親指、ほら。親指が。もういい、なんか、そう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 、あのまだいくつかあったから、もうここそうやろ。こうちゃん、そうそう、ほかいここれがマジでままならない部門なんです。もういいっすね、ほかいこ。ほかいこ、ほかいこ、ほかいこ、ほかいこ。こういうゲームってことやな。すごいな。でもそうやると人間の手ってすごいの。こう自由に動かせるってすごい難しいものだねっていう。そう、なんか今の小島さんのフォローもすげえ頑張ってもらったなって感じしましたわ今。シューティングレンジで。じゃあシューティングレンジ、ああ、そうやってるから。はい、シューティングレンジ。そもそもこうでけへんもんは。これができないんだ今。そう、これはね、見てもらったら分かると思うんですけど、はい、これまずね、やれ、銃割らへん。まずどっかの銃から、ほほ、すごい回るもん、こんな。なんでこれ裸な。あれ裸だった、今裸だった。なんか押すのかな、ね、なんかここのこのこれをこう押すとか、そういうことかな。こうなって、ここ押すの、あ、出てくるんだ、銃が。まだ銃がないんだ。そう、銃が。こう、すごい滑らかに今ね、周りをね。今度は隣してこの銃。壁があるかどうか。そんな銃がない。あの、ワイワイさん、これ確かにままならんすわ。ままならんな。これ、あ、もう手を置いて、もう滑らかさをね。もうあった、そう。これがでもみんなでやったら、はい、ほんまにその動かし方分かってもすぐにはできないんですよ。なるほど。うん、これがね、本当に歯がゆいっていうんで、ままならない部門。一回確認で、もう一回体の方見てもらっていいですか。服着てたかどうか一回確認、大丈夫かなって。あ、ありがとうございました。はい、大丈夫です。すいません、はい、うん、水着に近いもんですか。はい、全部、あ、いい、もう今水着なんで、あの、部門の紹介のスライドでした。部門の紹介で、隠して。うわー、びっくりした。もうこれね、はい、ちょっと急ぎ意味でいきますけど。次はこれ、はい、結構有名アート部門、カップヘッド。ほ、これすいません、これね、やったことなかったらやってほしいんですけど、はい、あのアメリカのカートゥーン調というか昔のアニメっぽい。あ、なんか確かにもうこれすげえ人気のゲームで、かわいい。これがまだなんかダウンロードコンテンツ、多分今月の末に出るんですけど、めちゃくちゃ人気なんですよ、このゲーム。で、ちょっとむずいんですよ。すごい。わあ、面白そう。難しくて、はい、で、何回もこうリトライしてっていう。ただこのアニメ調なんで、すごい、なんていうかな、飽きない。うん、難しい。そう、これも普通に面白いですよ。うん、だから、全然これはすごいね、とっつけて。まあ、知ってる人が多いと思うんですよね。
これいいですね、これもアート部分にして、アニメの世界に入れるみたいなんだ。いいでしょ、このアート感がいいでしょ。かわいい。そう、音楽もいいですね。よかった、さっきみたいなやついっぱい流れてきた、どうしようかと思ったけどそれで言うと次もちょっと真面目ですよ。マジ、あ、よかったよかった。これね、結構知る人ぞ知る名作やと思うんですけど、次はね、はい、あの RPG 部門って書いてますけど、はい、これ僕多分初めてかもしれないぐらいで泣きましたね、はい、へー、あのゲームをした最後に泣きましたね。うんうんうん、このね、リサっていうゲームですけど、リサ、はい、こうほんまに知る人ぞ知るだと思うんですよね。これが主人公なんですよ。え、これが主人公、はい、そう、飲んだくれてて、はい、で、この男性が世界にたった一人しかいない女の子を拾うんです。え、ほうほうほう、世界にたった一人しかいないんです、でも 女が、へー、あー、なんか女性という性別しかないと、そう、いないんです。じゃあどうなるか想像にたやすいですよね、はい、もうそれを奪い合いになりかねない、自分を親として守るんです。こう守りながらもその一緒に成長していくんですよ。その最後の道の果てでどんな風な、これね、男の人がやからなのか分かんないですけど、もう僕今思い出しただけでもマジで鳥肌立つんで、親として守っていく、親として、親なんですけど、そう、親やねんけど男でもあって、うわー、なんか軽くジョークがあって全然簡単に楽しいなっていうので進めていける普通の RPG なんですけど、最後の最後はもうほんまにやられました。めっちゃ動物蹴ってくよね。うん、うんって、うん、このイラストと今の映像でその最後がどうなのかっていうのはね、そう、僕もだからね、そう思わなかった。最初はそういう楽しい系のやつやと思ってたんですけど、うん、すごい深いゲームで、面白そう、やってみてください。ワイワイさんのプレゼンがうまい。そしてアンダーテイルっぽい感じですかね。すごい、でもちょっと最後、次最後なんですね、多分紹介で言うと。めっちゃ期待、こういう結構いい感動のやついっぱい来てるんで、この最後が一番、紹介したくないまでありますね。え、ちょっあれ、一番紹介したくなかった、したくない、なんで入れたんすか。インディーズゲーム界の、はい、ほんま、お、もう暴れ馬ですよ。暴れ馬、アートオブボクシングって言うんですけど、お、ボクシング、こればっかりはね、いつやってもおもろいですね。これどういうゲームなんですか。これはね、ボクシングゲームなんですよ。はいはいはい。で、これも多分ちょっとプレイさせていただけると思うんですけど、はいはい、あ、じゃあもう早速やってみます。そしたらこればっかり、ね、やるぐらいからスタートします。これやってみましょうか。そうですね、はい、見れるんだよ、かどうか。これね、ある一つの地点でね、コントローラーではプレイできない部分が出てくるんで。え、まあ、まずね、まあ、まずオーソドックスに考えてください。ボクサーを育成するゲームなんです。育成すると、ね、でしていきましょう、はいはいはい、これまずまあプレイですよね、はい、で、クイックファイト、普通に勝負するのもできますけど、うん、キャリアっていうのがあるんですよね、はい、うん、トーナメントって書いてるじゃないですか、うん、これクイックファイトとほぼ変わらないです、これね、うん、なんで、キャリアね、でこれニューキャリアですよね。ニューキャリア、はい、面白そうね。これ私ですよね。あ、もういきなり、ここなの、重力にものすごい身に投げて、こんな肩半端ないな。これ私ですよね。私ですね。ワイワイさん結構、まあ、そう、これ本当にたくましいというか、どこのっていうのもまあ打ったりできるんですけど、まあ、パラメーター振りますよね。はい、まあ、なんか適当にこうパラメーター振ったとしましょう、はい、30ぐらい、うん、あ、結構その辺はもう、まあ、調整できると、ススッといけるんですね。そうそう、後からは変えられないですけどね。あ、なるほど。ほんで、もう英語読めないんで適当にいきましょう、はい、ね、したらば、はい、トレーニングができるようになるんですけど、うん、ボクシングのね。なんかでも全然小島さん、ここまでは、ね、ここまでのマリクリーカーってすごい深みのあるゲームだなっていう感じはして、面白そうですね。すげえ面白そう。なんか別に皆さん全然ないよ、良かったですね。なんかもういっぱい草生えてる、ね、世界中に行けるし、東京もあるんだ。そうそうそう、だから自分のランドマークじゃないですけど、うん、どこ出身かみたいなのを今実は決めて、すごいやり込み要素もあって、でしょ、すごいじゃんこのゲーム。いいでしょ。あれ、インディーズとは思えない。これは誰、敵ですか。これ自分です。これ今、あ、もう装着、成長しました。うん、あら、まあ、もちろんこれをね、こういじり回すこともできます。そのなんか大きさとかね、それできます。伸びましたな、いろいろと。はい、まあ、これももう終わりましたと。じゃ、それで OK と。うん、今のところ何も問題、何も問題ないですよね。これ次面白そう。コーチですか、これは。そう、それ向こうのやつは、ふざけた格好したやつがコーチです。ああ、まあいるよね、こういうコーチね。で、これ手前が僕なんですよ。あ、なるほど、練習しようと。そう、これね、全然紹介したくないっていうわけですね。全然僕も学生紹介したいぐらいで、ほら、いいでしょ。そうそう、すごいすごい、おすげえ、おいよ、バンバンバンって、ほらもうこれほら、いいでしょ、ほら、え、読んだ、ほらコーチ、コーチ無言に
360度もうこれがコーチの教育方針なんですか。これはそうです、そうです。これでもうすごいこういろんなところにこうもう自由にパンチが繰り出せる、いいでしょう。これはお前の攻撃を全部受けるよっていう、そう受ける、教えてくれてるんですけどね、ほんまは教えてくれてるんだ、教えてくれてます。いいコーチじゃない。これを、はい、あのもうスキップして今のチュートリアルなんで、ああチュートリアルですね。まだここまでは別に、ね、も全然もう何も今のところもただただ面白そうだな。コーチがやばいぐらい固まってる。ただただそうなんですよ。ただただ面白いんですけどね。サンドバッグなってるっていう。コーチがサンドバッグみたいなかと思う。自分がなんでなるんだっていうぐらいであって別に普通ですよ。ああちょっとでもんあれ入りましたかね。感覚感覚入ったかな。おなんか始まったっていうことですか。これはね始まったんですかね。これすみませんスキップ一回してもらっていいですか。スキップできます。あパソコンじゃないとそのスキップはできないよね。多分ねあの左上のスキップチュートリアルってやつ。なるほどなるほど。あ左上をちょっとねあの PC がね今あの、うん、あっち側にあって PC 操作のチームと、ね、今 YY さんがコントローラー持ってるっていう状態なんで、うん、今あの2人で操作してる感じですね。そうですね。テクニカルチームの。そうですそうですそうです。はい。いやでも全然ね今のところだったら全く、うんうん、もう確かにコーチはワイルドだなって感じしましたけど、うん、全然面白そうですよね。なんであのコーチがしゃがんでたのかどうかはちょっと不思議ですからね。こうやるじゃなくて こうやるけどもうしゃがんで顔面を流れ続けるっていう流れとしてはこの後に、はい、彼は一応ボクシングのキャリアがあるので、はい、やっぱその下積みしていかなきゃならないんですよ。あ、でそのトレーニングをもちろんして、はい、でなおかつそのトレーニングの後にその試合を組んでね同じぐらいのレベルの人とで同じ階級ですよ、はい、そこで勝負してこう勝って勝って勝ってとほんでチャンピオンを目指すと。じゃあすぐには試合には出れないんだ。すぐにまあまあでもトレーニングももう本当に すぐ終わるんで。あそうなんだね。大したことがないんですけど。じゃあサクサクとね、これからキャリアを積んで目標をちょっとなんて言えばやっぱり世界チャンピオン。チャンプ世界チャンピオンですね。まあ確かに世界がねいっぱいあってねえ、赤ちゃんから成長してねここまで大きくなったらこれなんて言ったでしょう、ね、今一生懸命あのスタッフチームがあのチュートリア進めてくれてるんですけど、うん、その様子もちょっとシュールなんですよね。一回画面映してもらっていいですか。すみませんなんか、はい、今一生懸命ねやってくれてるんですけど、かなり今すごいこういい画面になってるんで、はい、もうずっとこのままこれ結構きついよねこれずっとキープもねずっとこの肩がだいぶ乳酸が溜まってくるうーんって一回コントローラーで操作してもらいつつ、はい、はい、やるしかないんですかね。やるしかないかな。ああ画面の揺れにも対応すごいすごいすごい。おなんかダンスの連携プレイをしますよ。これはダンスのゲームみたいになってこう、まあもうでも年輪は出てきましたけどね。うん年輪は出てきてますよ。変輪あのねこのゲームで僕はあのこのゲームを選んだのは、はい、インディーズゲームってどういうのが多いですかって時に今までご紹介してきたやつって、はい、すごいよくできてるイメージないです。インディーズっていうとね、まあ、なんかすごいなんでしょう、一生懸命一人ずつ作ったみたいな感じですけど、うん、そのクオリティの高さで紹介できてるかなみたいなのはいっぱいありましたわね。でしょ、映像も綺麗だとか、アイデアがすごいとかね、アイデアね、そういうあるね。でも本来のインディーズゲームってやっぱね、うん、こう完成されてないというか、うん、ほう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 、そこにじゃあ今いや今のでじゃあ今映像流れてます、ね、最初からやってもらって、はい、あの違う飛ばします手順を、まあ、とにかく育てましたとしましょう、育てたとして、まあもうねできないことがあまりにも多いんですよこのゲームって。おそれがおもろいんですよ。なるほど。てかトレーニングも5個ぐらいあるんですけど、はい、こっち3つぐらいしかできないんですよ。なんでか5個ぐらいあって3つしかできんで、なんでやろうなみたいなのがを組み砕いていくんですけど、一番のなんでやろうなが、うん、あるんですね。どっかでそう試合にね、はい、行くときにね、はい、入場からやらせてくれるんですよこのゲーム。あすごい。あへ凝ってますね。難しいね。おかしくねそう入場できるじゃないですか、それで帰れるんですもん、は最初に青コーナーってなってその青コーナーってなった瞬間からそうもうで普通やと花道走ってくるのに、ええ、で帰れるんです。もう歩いてどっかに行けるんです。むしろその相手のとことかにも行けるんですよ。え相手の行っちゃうの。相手のとこコーナーに。もうじゃあ どこからやったらその入場みたいな見えるか。今画面戻りましたね。開けてた多分いやそれもぜひ体験してもらいたいなっていうのが
英語やからもう全然わからないでしょ。そうですね、もう難しいからね。なんかどっかでスタートしたいですね、もう。はい、スタートしたい。そうでも何をしたらいいかわからない。こんなに押してんの、これはないんで、ボタンを押してんのにわからへん。さっきからずっと確かに誰もわからん。何したらいいか。それでいいです。セレクトワイド、もうセレクト、セレクトでいいです。もうとにかく動いてるところ。スタートワイドとにかく動いてくれ。行こう。生放送でこれやっていいですかっていう注意文書ですよ、これ。 CPU と CPU になってるんで、これ今僕動かせないんですけど。あ、CPU の CPU でもほら、あ、この入場ができる。そう、この時に僕が好きなところに行けるんですよ。このもういやいやいや、あ、ここのまま相手のところも行けますし、はい、このまま帰れますし、帰れます、客席にも入れますし、もうだから縛りがないんです。そのもうこのゲームの中には。あ、ここのまま縛りだから、これすごいでしょ。この試合前の時とかでも動き回れるんで、はい、へえ。そう、これがね、開けた。ほら、これまだ行く。いいでしょ。ほら、始まった。ほら、試合始まった。普通に試合は見てみたい。試合は見てみたい。見てみたい。もう見れますよ。あ、でも全然、めっちゃいい戦いじゃないですか。いい戦いでしょ。いい戦い。あー、飛ぶ飛ぶ。おい、すごい。急に重力仕事せんくなった。危ない。あの、本当の試合で今みたいな倒れ方したら、マジで放送できんやつですからね。そうそう、これこのまま飛んでいってましたからね。これ、キズ行くでしょ、これ。直されましたけど、アップデートなかった。このままバンって殴られて飛んでいったんですよ。そのまま客席まで飛んでいくんですよ。すごいでしょ。もう縛りがなんかいらないんですよ。だから、あ、これ見たいな。こんなゲーム作りましたっていう、ね。バイバイさんが自由にやってる様子見たいな。あとこれ手こうやって出しとけるんですよ。手こうやって出しといたらずっと食らうんで。これがね、本当すごいんですよ。どうします。あと2分ぐらいしたらラウンド1が終わるってことなんで、もう一回。そう。ほんでラウンド、終わってもね。はい、あのなんか。セコンドがいろいろしてくれ、例えばジュース飲ませてくれたり、なんかこう切れたらね、グリスここに塗ったりとかいうのもできるんですよ。できるんですけど、しないこともできるんです。例えば水をどこにかけてもいいんで、だからそういうとこももう全部自由なんですよ。何でもできる。それやってほしいな。何までもやらせてくれんの、これは。ほんまに、だからゲームとしてはめちゃくちゃおもろいし、はい、その至らないところが逆に面白すぎるんですよね。消さないでほしい、逆にその部分をみたいな。まあ、本来ゲームであるからこそできることっていうのを。そうそうそう。でもなんかこう詰めていきがちじゃないですか。まあまあそうですね。ちゃんとしようっていう、そこがでもね、すごいな、インディーズゲームって。あ、なるほどなるほど。ちょっとね、今回はその、まあ、生放送では刺激が強すぎるということで、はい、ちょっとここまでになってしまいますけれども、ぜひやってみてほしい。はい。もう締めようと思ったら変なアクション入れんでええのよ、そこでも。ぜひやってみてほしい。はい。いや、前田さん、すげえいいピックアップしてもらって。いやまだまだあったんですけどね、もうね、はい、でもまあまあ今回は一応こんな感じで、うん、これでもこの企画自体があるんなら、はい、例えば小島の兄さんのインディーズとかね、はい、見て名作インディーゲームみたいなのも誰かのやつも見れたいですよね、確かにそうですね。もういろんな方、インディーゲームっていろんな出会いがありますからね。その出会ってこういうのだったよっていうのを紹介してもらうのはいいですね、はい、前田さん素晴らしいのゲームのもう解説ありがとうございました。はい、私の名作インディーゲームのお時間でした、はい、さあここでですね、頂点ちゃんからのお知らせと CM 挟みまして、またインディーゲームウェーブス、はい、お届けしていきます。では CM ご覧ください。
高原シティが何のために作られたと思ってたか。琥珀は閉会者で邪魔者を排除する。あなたは一体何者なの。あ、お知らせございました。頂点ちゃんもありがとうございます。では改めてプレゼントのお知らせをさせていただきましょう。こちらです。番組中にインディーライブエキスポのアカウントをフォローし、プレゼントツイートをリツイート、そしてハッシュタグインディーライブエキスポ、こちらをつけてツイートすると、はい、ニーディーガールオーバードーズインターネットをやめろ T シャツとステッカーをなんと3名様にプレゼント。ちょっとですね、こちらあの現物がございますので見てみましょうか。はい、よいしょ。荒川、荒川、はい、見えますかね。はい、頂点茶かわいい。インターネットやめろ、これはやめる、これ届いたらやめますよ、うん、皆さん。この顔で言われたらね、ぜひこちらね、もうサメ様当たりますので、どしどしご応募のほどよろしくお願いいたします。はい、では改めまして次のコーナーはあこちら、はい、インディーウェーブスのお時間でございます。まあ、おすすめのインディーゲーム一挙紹介しまして、気になるものあったらいいなという出会いの場でございますね。もう気になるものあったらぜひ公式ページ等々でチェックしてみてください。2022年4月8日までにエントリーされた情報をもとに紹介をさせていただきます。では、もうさすがに一回休憩挟んでると思うんですけどね、ヨッピーさんもね、はい、ずっと読み続けてますんで、はい、じゃあ、ま、読んでるかな、どうかな、じゃあ読んでみましょうか。ヨッピーさん、ヨッピーさん、ヘンチマンストーリー、スーパービランの下で働くやられ役になろう、給料のためにヒーローと戦うアメコミスタイルのアドベンチャー。面白そう。もうやられ役になる、給料のために。ディセントベクター、スペースランナー、高速アクションとランキングシステムを持つ SF エンドレスランナー。あ、すごい迫力ある。どこまでいけるか。ロケットランブル、1人から4人で遊べるパーティーレース乱闘ゲームです。シンプル操作で手に汗握るレースを楽しもう。レースゲームこれで。ブリーチワンダラーズ、7人のキャラクターから1人を選び、700枚以上のカードでデッキを構築するローグライトデッキ構築ゲーム。カード覚えるだけでも大変そうだ。サムドラ、汚染された海を渡り水面へと帰還するため旅する子供の姿を描く不思議な雰囲気のゲーム。お、幻想世界だ。ポスタル4ノーリグレッツ、衝撃コメディタッチのオープンワールド FPS、 ポスタル2の真なる後継作品です。だいぶ自由度高いですね。サムライフォースザン、クラシックなベルトスクロールアクションにひとひねり、これはベルトスクロールアクション 2.0 である。ザ・ウィザード、ジェスチャーで呪文を放ちモンスターだらけの迷路を突き進むターン制戦術パズルゲーム。ジェスチャーで呪文を放つ、面白そう。ソフスター、ユニークなテレポートシステムと高速アクション、爆発が特徴のアーケードライクな縦シューティング。うわ、弾幕すごい。スフィア、フライングシティーズ、空中都市を建設するサバイバル要素を持った都市運営シミュレーション。宇宙で街作るんだ。ダンジョンディフェンダーズゴーイングローグ、人気タワーディフェンスアクション RPG にローグライク要素を追加したスピンオフ、最大4人で無数の敵と戦おう。
マリタイムコーリング、新大陸への大胆な遠征を指揮するシナリオ重視の RPG。 おー、冒険だ。テラベンチュラ、ランダムアイテム、スキルツリー、キャラカスタマイズなど現代的で合理的なサブシステムが特徴のアクション RPG。 テラーベイン、ゲームのバグを味方につけるメタ満載のコメディアドベンチャー。面白そう。バグで、これ面白そうだ。ザ・ダーケスト・テイルズ、めでたしめでたしとは程遠い悪夢のようなおとぎの世界でテディベアが戦うアクションゲーム。あ、テディベアが戦ってるんだ。ペグリン、かわいい。特別なオーブを収集しペグを破壊して敵と戦うパチンコローグライク RPG。 ペグを壊すほど攻撃は強力に。おー、ジ・エンドレスサマーサーフィンチャレンジ、 3D 物理演算ベースのサーフィンシミュレーション。めっちゃ飛ぶやん。チャレンジをクリアするか、ね、2人で競って楽しもう。2人プレイもできるんだ。へえ。プリーズ、タッチ・ジ・アートワーク、触れないものに触れながら抽象芸術の世界を探検する居心地の良い物語形式のパズルゲーム。うわ、そう、よく考えたなこれ。すごい。フラグメンツ・オブ・ア・マインド、悪夢から脱出するため心の奥底に秘められた暗い部分と向き合うアクションアドベンチャー。向き合うの大変ですからね。フォワード・エスケープ・ザ・フォールド、手軽に遊べる究極のカード型ロークライク。英雄を選びカードで表現されたダンジョンを踏破しよう。スタート・アゲイン、生死をかけたゲームに巻き込まれたセバスチャンの姿を描くミステリービジュアルノベル。ザ・ライフ&サファリング・オブ・サー・ブランテ、選択に結果と代償を伴う物語重視の RPG。 無常の世界を生き抜き既存の秩序に挑戦しよう。キャットカフェマネージャー、たくさんの猫が住む村キャタオールウェイで人も猫も幸せに包まれる素敵なカフェを作り上げよう。猫カフェ。ワンモアアイランド、島を手に入れ資源を集め生産ラインを構築し荒れ放題の開拓地を大都市へと育て上げよう。面白そう。うん。コロモン、コロモン、古典的なモンスター育成ゲームを現代風にアレンジ。コロモンを育て一流のバトルリサーチャーを目指そう。コロモン。クロニクルズ・オブ・タルドゥン・ザ・リマインダー、ミステリー、ロマンス、予想外の展開が楽しめるダークファンタジー・インタラクティブ・フィクション。ザ・モンスター・ブリーダー、単性のファンタジーシミュレーション RPG。勝利のためモンスターハイブリッド剣闘士を育て上げよう。モンスターハイブリッド剣闘士、ハイブリッド。トゥーザレスキュー、シェルターをアップグレードし病気をコントロール。それぞれの犬の好みを知り時には厳しい決断を下そう。病気の話などに厳しい決断はちょっと怖いな。スライムエスケープ、はい。スライムを滑らせてダンジョンを脱出、挑戦とリトライを乗り越える高難度ゲーム。難しそう。ウェーブス・オブ・スティール、自分だけの軍艦を作り圧政者の支配に立ち向かおう。派手だ。海を埋め尽くすような敵の艦隊と戦う海戦アクション。おもう読み終わった後のんっていう感じの顔やっぱいいですね。オッピーさん、はい、ありがとうございます。29タイトル、はいはい、今の時間ではご紹介ありましたけれども、じゃあそうですね、まず小島さん、はい、はい、まあいろいろある中でちょっと思い出せるものありますか、うん、やっぱエラーを題材にしたゲームですね。やっぱりやっぱりゲームをプレイしててもやっぱりバグってものがありますけど、はい、まあバグが出るとそれはそれで配信だったりすると盛り上がったりとかっていうこともあるんですけど、うんうんうん、それを題材にしてそれで進んでいくゲームってどういうストーリーで一体最後どうなるんだろうっていう
ああ確かに最後バグ治るのかなみたいな、それともバグが世界を支配するのかっていう、そういうストーリー構成がちょっと気になったっていうのがありますね。だから本当いろんな着眼点でゲーム作ってくれて本当面白いなと思いますね。そうですね、ゲームは面白そうですね、確かに。そういう意味だとワイワイさんどうですか、なんか今見てきた中で思い出せるものだったり、これ気になった、あんま思い出したくないことでもあったんですけど、なんかあったんですか。なんか船のゲームあったんですよ、最後の方のやつですかね、ド派手なやつ、いや途中ぐらいの、途中ぐらいの、途中のかね。これ僕は初めてパソコンでゲーム買った時、この海賊系のやつを買って、はい、いい思い出のゲームじゃないですか。割りタイムで、ね、でパソコン屋さんで中古のパソコン買って、でやって動かなかったんですよ。あら、海賊のゲームが、もうそれ以来だから僕こういうゲーム全く手つけてなくて、そんなんとか、なんか最後の方のねスライムなんかやるやつもね、はい、ドラゴンクエスト5のね、はい、中に氷の上をそうやって滑るとこあるんですよ。ああなんか滑って止まらないやつ、そう、はい、止まらないやつで、はい、そうそう、それが僕クリアできへんでね。もうその学校にちょっと行けなかった時があったんですよ。なんかそう学校に行けなかったレベルにそのやりすぎてクリアできひんっていうので、それで行けなかったんですよ。あらちょっとワイワイさん一個お願いがあるんですけどいいですか。さっきのボクシングやる時と同じテンションで今のことをもう一回言ってもらえませんか。もう、それがちょっと思い出されたんですけど、まあ、リベンジしたいなっていうのはありますね。そうですね、まあ、ゲームなんでね、いつでも挑戦できますからね。いやーもうなかなかのね思い出、やっぱゲームって思い出と一緒ですからね、やっぱり。いろんな情報ありがとうございます。さあまだね、ヨッピーさんもいっぱい読んでいただく、はい、情報ありますんで頑張っていただきたいんですけども、では続いてのコーナーに移らせていただきましょう。次のコーナーはこちらです。こちらの映像をご覧いただきましたけれども、ちょっとですね、皆さんもお気づきの通りワイワイさんちょっと疲れが見え隠れします。そんな時はこの男がやってきてくれます。そう、インディーズライブエキスポレポーターの古島さん。やったー、幸せ。ワイワイさんが元気になった。はい、ありがとうございます恐縮です。今回紹介するタイトルですが、命の使い方になります。こちらのタイトル、ゲームブックや TRPG のテイストを組んだ RPG で、はい、テーマとしては自分の命を何のために使うのかという選択が、シナリオを左右する鍵となります。お、はい、あらゆる選択が、命と力の2つへの執着という度合いで表現されているのです。で、主人公なんですが、これちょっと今動画にも少し出てるんですが、はい、ある事件から非常に大きな力を手にするんですが、その力を求める理由が、例えば自分の命のためなのか、それとも復讐のためなのかを選択するシーンがゲームの序盤に発生します。結構早い段階で来るんですね、はい、もうずっと選び続けることになるんですが、命を選ぶと主人公の命への執着がアップし、復讐を求めると力への執着が増えていきます。このゲーム、自分の選択が主人公の、自分のというかプレイヤーの選択ですねが、主人公の人生を形作っていって、最終的に一つの結末へとたどり着きます。いろいろな選択肢があるので、はいはい、何度でもプレイしたくなるゲームだと思います。はい、
結構重めの選択を続けていくんですね。もうずっと重いです、重いんですね。その自分が、はい、そのどういう人になりたいかっていうのが、これ、うん、ゲーム、この死んでたまるかって書いてある一瞬で、はい、復讐のために、旅に出るような感じなんですけれども、うん、はい、自分の思った通りに選択ができるので、例えばこう力を執着をずっと続けていると力の絵の渇望がどんどん増えていくようなゲーム。力を選ぶか、まあ、復讐を選ぶかもいろんな選択肢があって、はい、古島さんは力に執着するタイプですか？僕ちょっとこのゲーム少しプレイさせていただいたんですけども、ずっと力を選んでました復讐の方で、はい、そうなんですね。力を選ぶと命を執着が減っていくんですよ。こう自分が傷ついてもいいから相手をやっつけるんだみたいな、なのでどんどん命知らずのキャラクターができていきましたね。捨て身の精神みたいな。そうですね。じゃあ自分が乗り移るような感じになるっていうことなんですか？はい、もう本当に、没入感が高いというか、すごく楽しいゲームですね。そうですね。ではすいません、次のスライドをお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ありがとうございます。こちらのタイトル、本日 Steam にてアーリーアクセスがスタートいたしました。本日、うんうん、はい、本日です。アーリーアクセス版を購入していただくと、このままアップデートが進んでいって、フルリリース版を新たに買う必要はございません。そのまま、フル版まで遊べるようになります。はい、いち早くゲームを遊んでみたい方や、開発を支援したいという方はぜひ、購入して遊んでみてください。お、はい、じゃあありがとうございました。以上、タイトルピックアップ命の使い方のご紹介でした。ありがとうございます。もうお祝いさん、古島さんは力の選択をしていくっていうので、皆さんがやっぱプロレスラーは違うねってなってましたけども期待通りでしたかね、もうそこは。まあそう、あんまそうですね、動くポジティブって言われてるんで、それはもうそうでしょうね、活発ってことでしょうね。ちょっと元気になりました？なりました。あ、よかった、うんうん、はい、じゃあまたエネルギーないなと思った時また古島さん呼びますんで、はい、よろしくお願いします。力貸してください。はい、で、ピックアップタイトルの紹介でございました。ここでですね、はい、頂点ちゃんからコメントをいただいているそうなんで、ちょっと伺っていきましょうか。頂点ちゃん、コメント。超天ちゃん、そっか、さっきのカメラオンになったこと結構気にしてたんだね。そっか、でもちゃんと本番中にフォロー入れられて偉いね。さすがですよ、案件大事にしていくスタイル、さすがでございます、超天ちゃん。はい、じゃあまたお知らせもいただきましたので、また後ほど出てもらいましょうか。はい、ありがとうございます。ではここからは、はい、また元気いっぱいですね、ゲーム実況のコーナーとさせていただきます。またか、ゲーム実況だ。はい、まあ、このゲーム実況のコーナーはですね、ワイワイさんに、はい、はい、もう好きなゲームをやってもらおうということで、はい、まあ、なんかいくつかウェーブの中であったやつをピックアップしてもらってるそうですけども。そうです、そうです。まあ、ウェーブのやつでもあり、はい、実はこの、はい、なんていうかイベントみたいなのが始まる、もうすでに前に私はプレイしていたゲーム。おお、そうなんですね。はい、今回プレイさせていただくのが、ザ・エンドレスサマーサーフィングチャレンジっていう、おお、あ、さっきあったね、あった、そう、うん、ゲームなんですけど、まあ、私はこれをもうプレイしたことがあって、はい、実際、うん、はい、コメントでもいくつかね、ワイワイさんやってましたねって言ってましたよ。はい、まあ、面白いんですよ。まあ、これもでも結構自由なゲームで、はい、まあ、これちょっとほんでまたプレイできるみたいなんで、あ、でも言いますか、早速軽くどんなゲームなのかっていうのを、うん、はい、まずお伝えできればと思うんですけど、気になりますね。いいですね。まあ、もう本当、はい、サーフィンのゲームで、ただただサーフィンするゲームなんです。もう本当それだけ。サーフィンをする。ワイワイさん、自由なゲーム結構お好きなんですね。音がパワーそう、やっぱりサーフィンは陽キャなイメージから入ってくるんですね。チャラいな、ね、今の、ね、おいやいや、波来た波来る、ワイワイ君。そう、波が、いやいや、波が来た、波に、波にこう合わせて、おお、すごいすごい、波に合わせて波飲まれましたけど、ワイワイさん合わせて、はい、A to get up、 B スライドなんで、 D スライド、あ、波来る、波来る、波来るよ、来てるよ、いいとこ来たね、ワイワイ君、いい波来たよ。
おおすごいすごいすごい、おおおおお、波あるそこ、波ですごいすごい、おお、これ潜って今ね、あ、これ見て見て見て、波ないようにこれ、ね、そう今すごいでしょ、これだけなんです、え、これをずっとするっていうゲームなんですけど、とかほらほらほら、おおすごいすごい、見た見た、見た、波ないけど、波ないけど、波ないけど、いえいえいえ、これをするんです、ずっと。おお。でね、おお、いい感じ、いい感じ、あの、一応、隣に沈んだよ。これ、世界があって。隣に沈んだよ。助けないと。ほらほらほら。ほらほらほら。おお、すごいすごいすごい。おお、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 すげえ、マメ君。これ、ほら、ちょっと BGM 流れてる。ビッグウェブや、ビッグウェブや、 BGM 流れてるでしょ、 BGM? なんかちょっと聞こえるね、テケ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 みたいな流れてるでしょ、かろうじて、かろうじて、助けを求めますよ、早く、かろうじて、そうそう、これ、これこれ、でも波に乗るだけってありますけど、もちろん目標とかそのチャンピオンになったりとか、他に勝つとかもあるの、ないの、食い気味にないないないって、ないないない、なんかそのグランプリとかないの、波の難易度はあって、ああ、なるほどなるほど、こういう波でも、これこの今アコが一番先っちょが一番あれでしょ、なんかでかいですね、一番でかいでしょ、でこれがどん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 こう巻いていくじゃないですか、くるくる、これまだちっちゃいですよね、でも波としては、うん、ちっちゃいちっちゃい、なんかこうもっとなんていうんですかね、あのもうちょこれ適当にいきますけど、はい、おすごい、これで難易度が選べるんですね、選べるようになってますね、あ、前やった時はなかったさすがインディーズゲーム、進歩してますよ、この波がもう遥か向こうまで続くやつとかあるんですよ、とかもっと波がもうこう、もう輪がすごいでっかいやつとか、あ、そういう難易度があったりはします、これほんでせっかくなんで一回、はい、ちょっと小島さんに、小島の兄さんも、え、いいよいいよ、じゃあ一回みんなワイワイ君見に来てるから俺はいいって、もうやってくださいよ、ワイワイ君やると面白いんだから、やってみてください、小島さんのプレイボール見たいですよ、ええ、この奥の R の奥のトリガーで、 R の奥のトリガーで、はい、そうそうそう、あ、いるいるいる、今押してる、これ完全初見です、これそうで押して R は、あ、まあ R の奥で押して、いい感じ、そうそうそう、立つの、いい感じや、あ、いいよ、そう、その時に A ボタン、うん、A ボタン、 A ボタン、うまいじゃないですか、お嬢さん、 A ボタン、うまいすげー、来て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 、小島さん、いやいや小島さん、いいね、海の上で静止してましたよピタッていいな、いや波を今感じたんだよ、いい波乗ってる、それだから、これで波と合わせてちゃんと合わせて、自分もそう垂直落下、波に合わせていきながら、こう、こう、なんていうかな、うん、蛇行運転みたいなのする、蛇行運転、あ、分かった、蛇行運転、来たな、来た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 、この波いいよ、全然全然いい、いい波来た、いい波来た、もうちょい待って、もうちょい待って、波の頂点ぐらいからこっちに手前に進んできて、おっ、もう全く波関係ないところで沈んでいく、これ結構難しいね、難しいでしょ、難しい、これマジ何の説明もないところ、あと戯れてる、最初やばかったんですから、これ何もなしだと立つのもね、意外とね、この立って立ってくんないよね、そうそう、一応飛べたりで、こういって、うん、ここで流れに乗って立つピタッドボン、ワイ君これちょっと最高レベル見てみたいな、これそのえその波の頂点で、うん、こう波の斜面にいるんですよ、トライアゲイン出ましたけど、トライアゲイン、バー連打したら多分あ、なっちゃった、連打してたら多分いけます、これプレイヤー選べるんですか、もしかして、はい、ネクスト選べるんですかね、これ選べなかったんでね、選べる、選べるの分かった、そうそう、今来てる時に、そう、今、今へ、今へ、そうそうそう、おー、どっちもそれだ、あー、いける、寄ってるね、いける、おー、そう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 、これ、なんか乗った瞬間すげー今上がったわ、今いいでしょ、いいね、気持ちいいでしょ、気持ちいい、いや、これやんないと分からんよ、この気持ちよさは、へぇー、分からないですよ、これちょっと乗ってて、これ乗ってて、の波の頂点から一緒に手前に来て、うん、今に横に入ってるでしょ、うん、縦にこう入って、縦に入っていくんだ、上から下に入っていって、うん、右にそれ上から下に入っていく、ワイワイさん本当湘南とかでサーフィン教えてる人みたいになってますよ、もう、でももうこうやって上から下にこうやって、全然ちゃう、もうこれふざけてないですか、結構ガチやってますよ、これなんかこう
こうやってやってる、そう、待ってる、待ってるじゃないですかよ。待って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 、そう、こっち向いて、こっち向いて、こっち向いて、そうそう、そこで待っといて、うんうんうん、はい、ゴー、手前に、手前にゴー、手前にゴー、いやもう、あもうごめんな、ごめんな、バイバイ先生、ごめんて、初めて乗るのよ、これそう、ナミ、ナミ、はい、来た、次のナミ来た、頂点が来るかな、いや、はい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 、まだ、まだゴー、そこそこで、はい、え、押して押して、え、押して、え、押して、そんなとこいるの、ごめん、バイバイ、本気でやってんのよ。じゃあもう小島さん、次がラストチャンスですよ。はい、次ラストチャンス、あっちだから逆、こっちをみんなから目線が行く、そうそう、そっちに波が行くから、うん、波にそう合わせて、うん、あの、うん、うん、もう波が来る前に終わった。急いで急いで、波を待ってくれへんから、波を待ってくれへんから、あ、はい、ほんでその向こうまで行って、はい、手前見て、手前見て、手前見て、待って待って、まだまだ、お、今行って今だ今だ今だ、押せる押せる押せるって違う、今押した、焦りすぎて終了。ガエンドレス様サーフィンチャレンジ、1回しか乗れんかった。あ、でも1回はね、そうなんですけどね、コントロールは手汗でびっちょりしたの、すごい良かったんですけど、そうごめんなさい皆さん、ちょっといいとこ見せだったんですけど、難しいでしょ、僕スノボーの方がいいかもしれない。すごい、もう本当海岸で初めて海に来てサーフィンやる人と地元のお兄ちゃんがすごい一生懸命教えてくれてる図みたいになってて、すごい夏を感じた。波って難しいね、読めて立てんし、もう、もっと飛んだり回ったりできるんで、いやおもろいな、うん、これもちょっと皆さんねプレイしてもろて、はい、いやでも乗ったら気持ちいいですよ、1回だけ乗れたんで、いや良かった、面白かったです、ぜひプレイしてみて。以上ゲーム実況のお時間でございました、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ一旦 CM 挟みまして、はい、この後またインディーゲーム実況アワードのお届けでございます。 CM どうぞ。何かと誰かの間で、すでに始まっている、インディーゲーム実況アワードのお時間でございます、うん、まあ、このコーナーは優れたインディーゲームの実況動画に対して表彰を行っていくコーナーでございます。楽しみ。さあ、いよいよ3つ目のゲームタイトルですね。はい、タイトルからいきましょう。タイトルはこちら、うん、おー、ニーズィーガールオーバーダーズ、イエーイ、イエーイ。はい、まあ、簡単にどういうゲームかも紹介させていただきますけれども、配信者を育成して100万フォロワーを目指すという、はい、ゲームですね、まあ、その特性上ゲーム実況者がプレイするとどうしてももう自分自身の考えが結構出てしまうという、うんうんうん、はい、まあ、そういう構造になっており、まあ、配信者の間で結構ブームになってますね、うん、はい、でこちら、はい、やったもうゲーム実況の動画表彰されたのはこちらでございます。どうぞ。いい、言われるじゃん、うん、やっぱネットで活動してると、うん、で
その場のその人たちにとってはその一時的なものだけど、うちらからすると常に生活の中にあるものだから、うん、結構苦しい辛いことってあるんだよねやっぱり、うんうん、さあこちら、うん、まずは実況、表彰されましたのは二次三次のですね魔界のリリムさん、そして宇月光さん、はい、メンヘラな女の子を2人でトップ配信者にするぞ、はい、こちらが受賞でございます、おめでとうございます。一体どんな、まあ、動画なのか簡単にご紹介しますけれども、まあ、バーチャルライバーグループの二次三次の、はい、所属しておられます魔界のリリムさん、そして宇月光さんがプレイしている動画です、まあ、正確にはこれ8時間にわたる、まあ、実況配信の一部の一幕なんですけれども、まあ、ことあるごとにですね、まあ、自分の考えを話し出してしまってもう全然ゲーム進まねえぞと、はい、まあ、時には5分近くゲーム画面が動かないよみたいなこともある個性的な配信になっているということでございます、まあ、カウンセリングルームとね誤認するような話が飛び交う、もう特にね個性的な2人の会話が要注目という配信でございます。で、こちら受賞されました賞なんですが、発表いたします。こちらの動画には時々でいいから超てんちゃんのことを思い出してください賞を送ります。まあ、理由といたしましてはですね、こちらのゲーム実況者の魅力を新たに開くという意味でとても大きな貢献しているタイトルでございます、うん、で一方どの動画も個人のパーソナリティごとにですね楽しい動画になっているがゆえ特定の動画を配信表彰することは難しいと考えていました。そこで制作者の方に話を聞いたところ、この動画をゲーム実況そっちのけでインターネットに関する持論を話し合っているところが最高と推薦されましてで、まあ、ゲームがですね人に対してリアルタイムに影響を与えるところの究極系として表彰するという形になったそうでございます。はい、まあそうですね、まあ、てんちゃんのことを思い出してほしいなという気持ちでピックアップされたということでございます、うん、はい、まあこれも面白いゲームですよねやっぱりね、うん、そうですね、まあ、僕もクリアしたんで、はい、一応小林君もやってたんだね、うん、やってました、うん、やっぱ語っちゃいますか、うん、配信論を。いやここはこうだよと。僕はね、逆でしたね。配信とは関係ないんですけど、あの好きな人に1日より自分よりも1日長く、はい、生きてほしいっていうフレーズが出てきたんですよ、うん、私よりも1日多く生きてほしい、うん、僕でも逆の考え方なんですよ、うん、自分がほんまに大切にするんなら、はい、自分よりも1日でいいから先に死んでもらって、うん、でその面倒を全部見て俺が死ぬと。あ、僕そういう関係ないところの考え方とかも出てくると思いますよ、このゲームは。なんかこれもいろんな、ね、考え方がぶつけて人間性がしっかり出てくる、うん、小島さんもやったらこういう人間性バンバン出てきそうですか。まあ多分いろんな話しちゃって、まあ、ゲーム実況でも100万フォロワーは100万フォロワーやばいっすよね。なかなか遠い道のりですよ見てみてえなーって聞きながら思ってましたけど、ね、でもやっぱりそこまでの過程をストーリーに作るってなると、やっぱりその一からこれから配信を始めてみたいなって人も参考になるゲームなのかなっていうふうには思います。面白いかなと思いますね、なんで皆さん時々でいいんで、皆さん超てんちゃんのことも思い出してあげつつプレイしてみてください、うん、ではインディーゲーム実況アワードのお時間でした。次のコーナーに行きましょう、さあまたまたやってまいりましたインディーウェーブスのお時間です。このコーナーではおすすめのインディーゲームを一挙にご紹介します、うん、まあ、気になるゲームありましたら公式ページ等々でいろいろチェックしてみてください。2022年4月8日までにエントリーされた情報をもとに紹介をしていきます。現在配信中のタイトルがいっぱい並んでいるのでぜひ遊んでいただきたいんですが、やはり紹介するのはですねこの男でございます。ヨッピーさん、またお願いしてよろしいですか。ヨッピーさん、ボーイフレンドダンジョン剣と恋愛するアクション RPG、ね、ボーイフレンドダンジョンに DLC アップデートがやってくる、はい、イトーラ、美しい手書きビジュアルにメトロイドバニア要素を合わせた 2D アクション、シティイーター、わー、一番強い捕食者は誰だ、街にあるさまざまなパワーアップアイテムを駆使し街を食べ尽くそう、お、街を食べ尽くしみたいな、5つのネイトプラス、プラススマホ RPG5 つのネイトが新シナリオ新モードを追加して任天堂スイッチに登場。かわいい。サバイバルメソッド、日本が舞台の美少女×ゾンビサバイバル、
サバイバルメソッド Steam 早期アクセス発売中。ライアートリック本格推理心理学アドベンチャー。このゲームは逆転裁判のように犯人を追い詰めるアドベンチャーで、大人も楽しめる本格推理が体験できます。へえ、面白そう。うちの天井裏が騒がしすぎてしょうがない、スローリー猫編。ボタン一つでできるランゲームです。ロープや風船なども使って進めます。重力反転もあります。これ天井裏ボタン一つって謎に足す闇付きパズル。数字をなぞって足すだけの落ち物パズルなのに、やめられない止まらない、やみつきになること間違いなし。リバースディフェンダーズ、伝説の守り人やエイトディフェンダーズ好きの方は遊んでみて。スイッチマンパブリッシャー募集中。ラムの泉とダンジョン、仲間を集めてダンジョンに潜り、囚われの少女ラムを救い出そう。隙間時間でも楽しめる放置系 RPG です。放置系。戦う人型、デッキ構築ローグライク×タワーディフェンス。自分だけのデッキを作りながら冒険しよう。タワーディフェンス、買う人型。ワンオペ寿司、日本最後の寿司職人を継ぎ、たった一人で回転寿司系。ステージ追加アップデート。ワンオペでそんなにあんの？ワンオペがきついな。ハイパードローン X。 あ、おもろそう。ドローンを操って高速飛行、新感覚のドローンレースゲーム。新しい。お裾分けして最大4人で盛り上がろう。VR とかでやるな。テキストベースのシンプルなダンジョン RPG です。現代日本をベースにした世界観とアートが特徴。あら、農村地帯。ドライブマスター、シンプル操作でゴールを目指せ。シンプルだけど難しいカーアクションゲーム。だいぶ全ステージクリアを目指せ、カーアクションだからな。わあすごい。ニャンビー、かわいい。最大6人で遊べるオンライン対応のシリーズモーゲーム。あらかわいい。みんなを落として真の猫になろう。真の猫、こういうの楽しいんだよな。かわいい。ホーンティングフィルムズ、怪奇フィルム。美麗な背景と斬新なシステムが魅力です。なかなか気づけない怪奇現象を見つけて、怖そう。アハ体験で脳トレ。あ、これおもろそうだな。アハしたら怖いんでしょこれ。へー。ヒーロー&ガーデン、箱庭クリッカーゲーム×テキストアドベンチャー。姫を救おうとして失敗したある勇者の物語。大魔聖女マリベル、サキュバスの誘惑。あら、メトロイドバニアスタイル 2.5D シスターアクション RPG。 すごい、全部横文字。勇者クエスト、平和を作る者序章。勇者クエストは魔王の妹を演じ勇者王を討ち、人間を征服する第一歩を踏み出す短編王道 RPG です。漢字パルクール、漢字パルクール、漢字とパルクールを融合させた 3D アクション。新たに Google プレイ版をリリース。ちょっと、もうちょっと情報欲しいな。荒野の把握、週末の荒れ地を探索するメトロイドバニア要素を取り入れたアクションゲーム。お、楽しそう。爽快感ありそうだ。トビ羽男、トビ羽男、お手軽に遊べる引っ張りジャンプゲーム。あ、1人でとことん遊んで2人で白熱バトル。トビ跳ねてる。あ、かわいい。パズルハムスター地球冒険記、ハムスターがブロックを押してゴールを目指す、とても遊びやすい3マッチパズルゲーム。後ろから押してあげたくなる、頑張れって。中、簡単操作の激ムズアクションゲーム。むずいの。アクションの気持ちいい部分をギュッと濃縮、最大100人で対戦するモードあり、超シンプルな激ムズゲー。絵とあれそれ、なんだそれ。オンラインで遊べる絵を使った以心伝心ゲーム。みんなの答えが絵のタイトルになるよ。へえ、みんなのが面白そう。
アビスメモリー、飛べない天使と魔法の線、バイキングの若手エースが手掛けた世界中のド M を巻き込む超難関ドローイングアドベンチャー。どういう巻き込み方？ド M を巻き込んでいく。超層対戦ダブル Z、 ほぼ無限に近い残機で迫り来る弾幕の嵐を突き進め、プレイ中ボタン一つで弾幕がさらに凶悪に。いやー、これ以上自分でやるの？厳しく。すげえ。あー、ありがとうございます。だんだんヨッピーさんもちょっともまだ行くかっていう顔になってきましたね。さあ、ワイワイさん、はい、ご覧になってみていかがでしたか。今結構なタイトル数で、ここのパートだと28タイトルですね。うん、はい、入りましたね。いやでも結構面白そうなやつ多かったですけどね。なんかあの激ムズって最後に言ってたやつも、はい、やっぱちょっとやりたくなりません？難しいって言われるやつって、まあクリアできたら俺すごいって、そういうのとか、あのなんか困難もハマってますよ、流行ってますよね。あの、はい、何人かで絵とあれそれってやつですけど、あ、何人かで共同のお題で何かをして、うん、こう携帯とかでなんか俳句を作るとか、そういうの、困難も単純で楽しそうな気がしましたね。小島さんも結構食いついてましたけども、やっぱりあの怪奇フィルムっていうホラーゲームですね。やっぱりその怖い写真を撮ったりとか、アクション系のあるゲームは多いんですけど、怖い写真でアハ体験っていう、いやいいっすね。ちょっとそのやっぱりさっきからもキャッチフレーズがやっぱり面白いゲーム多いなっていうのが、確かに20キャッチャーでもねどんどん引きつけられて、ちょっと気になるなっていうのと、あとニャンビーですね。ニャンビーあのああいうなんかごちゃごちゃごちゃってするのはやっぱり大人数でやると絶対盛り上がるんで、あぜひぜひもうやっぱり本当にいろんな面白いタイプで、やっぱ大人数じゃないとダメですよね。ワンオペ寿司はやっぱ気をつけた方がいいですよね。ワンオペやるのがいいですよ、やっぱり。あれはもう人体にかなりの影響が。でもあれもやっぱり、はい、その中で回した時の達成感っても多分すごいと思うんで、あれもね、ちょっとやってみたいなと思います。ワンオペ寿司どこまで自分がいけるかって挑戦してみたいですね。そうですね、でワンオペでできるようになったらね、君できるからもう1店舗っつってどんどんね、大変な目に遭っていくっていう、まあ、ちょっとこれはこの、ね、社会に大きく影響のあるようなゲームなんじゃないでしょうか。いけたらやってみましょう。はい、まあ、たくさん、ね、読んでいただいております。ありがとうございます。さて、じゃあこのままどんどん次のコーナーにも移らせていただきましょう。はい、次のコーナーはこちら。
やーすごい、先ほどの迫力の映像、はい、クラフトピアというタイトルでございました、うん、もうあれが本当にインディーゲームなのかどうかやっぱ情報が欲しいんですよね。そう、情報を持っている男やってまいりました。そうなんです、ここからの時間はインディーライブエキスポレポーターの古島さんにご登場いただきましょう。ありがとう、ありがとう、ありがとう、助かる。じゃあ古島さんお願いします。ありがとうございます、はい、はい、こちらクラフトピアなんですが、冒険はもちろんのこと、農業や漁業、はい、さらには、工場建設まで、開発の方がきっと好きなものを全部載せしたんでしょうねというような、にぎやかなオープンワールドゲームになっています。もはやもうできないことを探した方が早いんじゃないような早いんじゃないかというような気もしてきます、ね、あまた牛が、はい、本日、大型アップデートボスラッシュアップデートがリリースされます。へ、今ちょっと画面に映ってるんですが、強力なボスとそれに見合った報酬が待ち受ける、ボスラッシュダンジョンが登場し、さらに、トレラーの冒頭に出てきた、レーシングシリーズ家具が追加されます。お、最初の方にちょっとあのなんかカートゲーム、レースゲームみたいなのが出てきたんですが、こちら、ね、はい、このカートすべてどうやら家具の扱いのようになっています。はい、家具らしいです。走る家具、走る家具なんですねあれ、まあ、マジで自由ですね、はい、いただいた情報によるとレーシングシリーズ家具ということなので、はい、また、トレーラーの後半に登場しましたが、今後のアップデートとしてシームレスワールドが、追加予定です。お、今でも十分巨大ではあるんですが、さらに、広大なワールドで冒険できるようになるようです。はい、こちらはぜひ、続行をお待ちいただければと思います。お、はい、では次のスライドお願いします。はい、クラフトピア、現在 Steam にて早期アクセスが始まっ、はい、開催中です。また、ゲームには、公式の Discord サーバーもあるので、ぜひご参加ください。はい、以上ピックアップタイトル、クラフトピアの紹介でした。ありがとうございます。おー、すごい。古島さんから見て最近のインディーゲームの進化っていうのは目まぐるしいものありますか？そうですね、すごくグラフィックが綺麗なものもあれば、はい、もうあのすごい小粒なものまでいろんな方がゲームを作るようになったので、うん、いろいろなゲームが、見られるようになったのがとても嬉しいです。ちょっとずつあの古島さんの個人情報を聞き出したいなと思ってます僕は、はい、もっと知っていきたい。お手柔らかにしていただければ。そうですね、ただですね、残念ながらですね、もう古島さんの出番がもう残すところ次のあと1回なんじゃないかという、そうなんですか、になってきてるんですよね。もう実はだってもう開始してもうちょっと3時間ですからね。あれ、もうその多数、そうなんや、18時半からやってるので、はい、なんでちょっと寂しくなるかもしれないですけども、次もしっかりと紹介お願いします、古島さん。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。以上ピックアップタイトルのご紹介でございました。ではここでまた CM を挟ませていただきまして、インディーゲーム実況アワードをさせていただきます。 CM どうぞ。
ここからはこちらのコーナーです。インディーゲーム実況アワード、まあ、これまで数々の、ね、動画を表彰させていただいておりましたが、このコーナーもここで最後ですね。はい、ではここではですね、優れたインディーゲーム動画に対して表彰を行っていきますが、4つ目のタイトルになります、うん、4つ目のタイトルはこちら、うん、はい、こちらも名作イブですね、はい、でこちらをゲーム実況していた、もうその動画、一体誰の作品なんでしょうか、うん、見せていただきましょう。この人だ。おいでよイブ、出たー、懐かしい、これ懐かしい、いや嬉しいわ、復活し、おで、青い足跡、誰かが来てるってことだね。この美術館に閉じ込められちゃったイブ、他に閉じ込められた人はいるのかしら。さあ、今回表彰させていただきますのはレトルトさんの伝説のホラーゲームイブリメイク版史上最強の美術館、おめでとうございます。おもうなんというかね、我々は聞きなじみのある声というか、ねえーうん、はい、もうレトさんのゲームでレトさん動画でございますけれども、まあ、まずイブどういうゲームなのか、2012年に RPG スクールで制作されたホラーアドベンチャーゲームリメイク版、まあ、10年ぶりですね、今年4月に配信されましたタイトル、これも話題になりましたね。そうですね、でこの今受賞されたレトさんの動画ですが、まあ、ゲーム実況者の中でももう最高3勢の一人、はい、もうレトルト氏がリメイクにあたって10年ぶりにもうイブをね投稿したという作品でございます、うん、で新しい部分に反応しつつも昔を思い出しながら丁寧に実況を進めているという、はい、動画タイトルも当時ニコニコで投下されていたものとですね、題名を彷彿させるというものとなっており、長年視聴してきたファンからももう唾がもうどんどん出てしまうという、はい、そんな動画となっております。そんなレトさん、はい、今回表彰させていただきます、うん、受賞、どんな賞なのか、確かに、では発表させていただきます。今のレトさんの動画には、うん、昔より成長したなと思って当時の動画を見返すと案外今と同じこと言ってるでしょう。はい、同点です、おめでとうございます。長いでもわかるあ、また同じこと言うとるっていうやつですね。そうだね、血が変わったと思ってまた変わってないんだね、こちら理由といたしましてですね、あ、もう審査員からいただいてますね。ゲーム実況の歴史はそう古いものではなく、せいぜい20年程度と提起されるでしょう、うん、プレイステーション4で初めてシェア機能がついたのは2014年ですし、有名なタイトルに実況ガイドラインができたのが最近です。そうしたゲーム実況の歴史において10年前のゲーム実況動画をリメイクでもう一度遊ぶということは、単純な10年という単語より大きな意味を持っています。ゲーム実況とゲームがもっと良好な関係を願い、表彰することにいたしました、うん、すごいもう丁寧な文章で選考してもらってますけども、うん、表彰された賞は昔より成長したなと思って、もう今と案外同じことを言ってるでしょうという、うん、はい、ギャップのある賞をね受賞という形でございます本人言えるのかなこれ、俺この賞もらったんだよって後日どうでしょうね、レドさんもどんな気持ちで受賞したのか気になりますけども、はい、まあでもそんなもんすかね、やっぱ実況してると、あ、懐かしいの次に同じこと言っちゃうぐらいの、うん、あ、確かにね、しかも同じゲーム何回もやってると半分ぐらいは同じこと同じ場所行ってんだろうなっていうことはちょっと思うことはある、まあ、切実、でも兄さん同じでばっかりしますもんね、同じばっかりだから見返したら同じ新種ができるかもしれない、マリオハザードもうほんまもう目つむっててもできるんちゃうかってそれはある確かに、ずっとやってるから同じこと喋ってんのバレたくないんですよ、そう言われりゃそうか、すごいな、うん、どの動画見てもね、もう小島さんプレイボールも言ってますし、プレイボールは多分一番同じこと言ったと思いますし同じことを繰り返し言っちゃう、せやわ、プレイボールプレイボール、いずれ表彰されるかもしれないですね、プレイボールしか言わないでしょうね、はい、でこちらインディーゲーム実況アワードたくさんの方表彰させていただきました、ありがとうございました。では次のコーナーに移らせていただきます。次のコーナーはこれだ。インディーウェーブスのお時間がやってまいりました。このコーナーではおすすめのインディーゲームを一挙に紹介するというお時間でございます。まあね、ぜひいろんなゲーム気になったら公式ページ等々でチェックしてもらいたいんですが、4月8日までにエントリーされたものがラインナップとして並んでおります。もう現在配信中のタイトルばかりなのでどんどん遊んでもらえるんですけれども、今日1日を通してもうですね、ヨッピーさんがむちゃくちゃいっぱい
紹介してくださって、心配のコメントと応援のコメントも数々来てますね。最後か。そんな中もうそうなんです、ワイワイさんお気づきの通り、最後のインディーウェーブのお時間となってました本日。その時のね、だから後で見返してほしいですよね、最初のヨッピーと今のヨッピーを、もうどんなテンションで最後ね、もうお伝えしてくれるのか。ではヨッピーさん、引き続き紹介をお願いします。ボールとオブザボイド、ずっと読んでた。運要素を減らしプレイヤーの手にコントロールを委ねることを主眼にしたローグライトデッキ構築トレーディングカードゲーム。リトルゴースト、ユニークな浮遊システムでシュールな紙の世界を探検しよう。ジャンプアクション重視 2D メトロイドバニア。アマビエダ FC 風味、アマビエダ8ビットゲーム機風グラフィックの横シューティング。日本の妖怪アマビエ様がコロナを倒して銀河を守る。いいゲームだ。いいじゃん。スクールシリーズスティールソードストーリー S、 サウザンドワンスパイクスの作者が送るドット絵ファンの心臓ど真ん中にぶっ刺さる 2D 横スク剣撃アクション。ユーオニ、お、なんだこれは。お、昨年プレイステーション、XBOX、PC 用に発売したサバイバルホラーユーオニが新モード追加でスイッチに登場。ヘッドランド、カラフルな色とおかしな生き物たちでいっぱいの奇妙な世界、ヘッドランドを冒険するアドベンチャーゲーム。マサゴロウ、マサゴロウは昭和初期の廃旅館を探索する一人称視点のホラーゲームです。これ体験版でも怖かった。ソロエケス、中毒パズル、数字を揃えて消す簡単ルールで奥が深いパズルゲーム。時間泥棒で中毒性が高いのでハマりすぎ注意。反逆のアパスル、ネオエデンを舞台に繰り広げられる特殊能力を持つ人間と異形の怪物の死闘を描くサイバーパンク RPG。 いいですね、うん、エレクトリアコード、新感覚ブルオート AI アクション。ついに運営2周年、新機能ポーズエディットで最高の1枚を撮影しよう。キャラも AI もカスタマイズ自由自在。かわいい、すごねえ。エクリプスホード、作るか死ぬか、それを決めるのはあなた次第です。30日後に来る日食の大襲撃にあなたは生き残れますか。30日後なんだ、頑張る。わちゃわちゃパズル、ネイトと呪われし祝福の森、大型アップデート実施。300以上のステージ数に新モードのチャレンジモードを追加しました。山札2合目、登山をテーマにしたデッキ構築型ローグライクゲームです。今度はアンドロイドでどこでも登りましょう。いいですね、登っちゃって、うん、地図の時間、言葉集めの冒険探。地図の時間は言葉を装備して異世界を旅する JRPG です。アップデートでエピローグ編を追加しました。キャンディーディザスター、タワーディフェンス、新感覚の 3D タワーディフェンス。ワクワク満載のギミックと頭脳でマイホームを守ろう。目がすごい激しい。マイホームを守ろう。虹のユグドラシル、ローグライクをベースに本作ならではの要素、色彩変化をプラスした今までにないゲームです。僕らの忍者ワールド、忍者をテーマにした修行が集結。手裏剣や忍刀、変身からムササビまで様々な忍術修行が登場。メシアエンドリフレイン、クリア型 2D 横スクロール探索アクション。近日任天堂スイッチ版も登場予定。自販機あった、ジャイアントワン。おー、そうそう。リズムで英語、ビートトーク。なんだこれ、ビートトーク。リズムゲームで鍛える英語のリスニングとスピーキング。800以上のフレーズで
英語のリズムを身につけろ。勉強ないそう。英語のリズムなんだ。直に牛乳を飲め。どういうこと？牧場で牛から搾乳し有体物理演算されるバケツを運んで、直に牛乳を牛から飲み、モチベーションをアップせよ。モチベーション、健康じゃなくてモチベーションだってこれ。ドラゴ農家、よく笑わずに巨大な竜の背中の村を運営しよう。住人や家の間取り、施設などを自由に設置可能。自分だけの村を作り上げよう。うわ、もろそう。インベンショントゥーフィアー。何これ、怖そう。最大4人で遊べる協力型サバイバルホラーゲーム。隠れたりアイテムを駆使して生き残ろう。うわ、かわいいな。シトラストランス、色彩系カジュアルアクション。不思議な浮遊感と爽快な疾走感、シトラスフレーバーのひとときを。シトラスフレーバーのひととき、XR ジェント、メネスの再流。独自エンジンで表現された、はい、ウィズライクではなくウィズライクライクな短編 RPG。 もうもはや何言ってるか分かんなくなっちゃう。ウィズライクでライク、村雨のソードブレーカー。あら、あら、まあ、笑いあり涙ありけれどちょっぴり切ない、ドタバタファンタジーラブコメ RPG。 ゴシックマーダー、運命を変えるアドベンチャー。命を狙われる闘志を守るため、メイドが恐るべき殺人計画に挑む。推理も恋愛も楽しめるミステリーゲーム。あ、恋愛もいけちゃうんだね。恋愛もいけちゃうんだ。恋愛ミステリー。バスケットキャッチ、落ちてくるものを拾い集めるアクションゲームです。ステージ数は100以上、 iOS でもリリース予定。結構広い広い。一攫千金。お、いいね。いいですね。大江戸を舞台に、いいですね、小判をひたすらキャッチして高得点を目指すシューティングゲームです。おー、シューティング、シューティング。一攫千金。あの、ミューテーショネム、ネオンギラつくサイバーパンク大都会へようこそ。爽快アクションと 2D と 3D が出会うアートスタイルは必見。お、読み終えた。おー、お疲れ様です。いやー、今のだけでも29タイトル。わ、はい、いきましょう。まずはヨッピーさん、お疲れ様でした。本日分は以上でお開きですけれども、うん、ちょっとヨッピーさん読んでみてどうでしたかね。いろいろ紹介してみてね。いや、すごい良かった、面白かったですけども、うんうん、いやこれを、ね、スタジオで生放送でやるだったら大変だったと思いますけど、うん、はい、そうですね、一からね、ずっとやってたんだよね。ずっとやってましたもんね、向こうで。まあ、少年ジャンプぐらいの厚さの、原稿がもっとあったかなぐらいの、うん、そうなんですよ、これは。いや、すごかった。ちょっと一回ね、うん、もう今紹介させてもらいましたけど、ワイワイさん、うん、はい、今出てきたゲームタイトル、いろいろ気になるのあったと思いますけど、どうでしたか。いや、まあそうですね、いっぱいありましたけど、はい、意外とこのリズムで英語ビートトークみたいな。ああ、ありましたね、うん、はい。なんかリズムゲーム好きなんですよ。あ、そうなんですね。意外とそう、なんかその曲に乗りながらって楽しく学べるじゃないですか、何でも、うんうんうん、それの英語やったらいいなっていうね、うん、勉強にもなるのはいいですよね、うん、もうゲームやるだけじゃなくて、それがすごかったですね。最近そういうのハマってるの、一人でずっとやってるんですよ、リズムゲーム。リズムゲームハマってるんだ、うん、ずっとやってます。いいですね。小島さんもどうですか、気になるタイトル。いや、僕も偶然も同じくリズムゲームの英語だったんですよ。あ、そうなんですね。やっぱり海外行くと、うん、やっぱり行ったことあるんですけど、はい、やっぱりその頭で考えるよりも言葉が勝手に出てくるのとリズム感っていうのがやっぱりあると、はい、実際の英会話で使えるなっていうのは実は感じてるものがあって、そういうのをゲームで学べるっていうのは、あのね、お子様方もかなりなんかその英語力向上にいいんじゃないかと思いますので、はい、お母さんいかがですか。あえて2人とも時間のみ避けてませんか、大丈夫ですか、なんか、ね、あれ触れちゃいけないみたいになってません、なんか。まあいっか、うん、はい、まあね、ちょっと皆さんもね、だいぶあのみんな牛乳に持って帰ったんじゃないかと言われてますけども、まあまあねっていうところでね、さあ本日最後のウェーブスだったのでですね、もうヨッピーさんからメッセージがあるということなんで、うん、ちょっと見せていただきましょうか。ヨッピーさん、お願いします。まずはデイ1の分、ウェーブス1、
6フェーズありましたね、お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。とんでもない、こちらこそありがとうございます。すっごいこう細かい手におはとかを確認しつつっていうのができるのがこの収録スタイルのいいところだと思うんですけど、そうですね、だんだんあのゲシュタルト崩壊って分かります、ね、言葉を見ていてもこれは本当にそうなのかなみたいな感じがあるじゃないですか。でしかもオリジナルのゲーム多いですよね、うん、インディーゲーム、うん、やたらと僕は今日猫と牛の話をしていた気がしてならないんですけど正しく紹介できていましたでしょうか。これ、今日だけじゃないです、今日は4時間撮ったんですが明日もまたそれぐらい撮ることになると思います。まずはデイワン両乱さんお疲れ様でした。ワイワイ君は明日もですかね、はい、じゃあ明日もよろしくお願いします。日本放送吉田ひさのりでした。いやよっぴーさんすげー、もう4時間やってたのね。4時間はすごいな。すごい、そら牛と猫にこう持ってかれますわ。うの牛佐の猫みたいになってますわ。もう4時間、うわー、もう収録スタイルで良かったですねっていうのでいいんですかね。まあね、うん、その分時間かかるっていうことですよね、丁寧にやれるからっていうことなんでしょうけどね。そうですね、うん、まあ、ただ本当に安心して聞けたのは間違いないんで、うん、ヨッピーさん、本当また4時間頑張ってください。この後楽しみにしてハーフタイムすごかった、はい、しっかりねヨッピーさんにも紹介していただいて魅力あふれるですね素晴らしいインディーゲーム皆さんの手元に届いたと思いますので、はい、インディーゲームウェーブス、はい、本日の分は終了とさせていただきます。ありがとうございました。でもまだ番組は続いていきます。次のコーナーに参りましょう。コーナーこちら。映像はニーディーガールオーバードーズ、もう頂点ちゃんもねすごいいい V 振りをしてくださいました。ありがとうございます。さあ一体このゲームはどんなゲームなのか、うん、もうこれはですねもうこの男に教えてもらうしかない。誰だ。はい、インディーライブエクスポレポーターの浦島さん。あもうワイワイさんお辞儀始めましたからね、もうぬって、しっかりともう何もなかったね、もう。そういやもう堪能した。見とれてたんですよ、ね。あ、見とれてた。画面にもう見とれてましたね。もう余韻に浸るぐらいのうーんってなってましたけども。ほんまに素晴らしい。ありがとうございます。はい。配信者の方が集まっている上に頂点ジャムを見ている中で僕が、うん、このゲームの解説をしていいのかというのはちょっと若干不安があるんですが。もう古島さんしかできないです。古島さんの味方しかいない。もう古島さんしかいない。もう自信持ってください。お願いします。行かせていただきます。
はい、こちら 2D ゴアルオーバードーズなんですが、はい、配信者をマネージメントしてチャンネル登録者数100万を目指すというアドベンチャーゲームになっております。すごい、はい、ただかなりの量のエンディングが用意されていまして、100万登録を達成したからといってもそれはあくまでも選択の一つになっております。はい、ゲームの本質は本作に唯一登場するキャラクター頂点ちゃんと一体どう向かい合うかというのがに、集約されております。はい、配信をテーマにしたゲームということもあり、配信されると発売された後は、実際に、配信者の方や VTuber の方にたくさん配信していただいております。では次の、スライドお願いします。はい、はい、トレーラーの中でも紹介されておりましたが、こちらタイトル、任天堂スイッチ版が発売決定いたしました。スイッチで出ちゃうんですね。はい、こちら、10月27日発売です。パッケージ版も一緒に出まして、初回特典にはファンアートブックと、サウンドトラック CD が付くということになっております。はい、ファンアートブックはイラストは公募されるようなのでぜひ、Twitter をチェックしてみてください。ちょっと珍しいですよね、その公式アートブックは結構付くと思うんですけど、ファンの絵をたくさん載せたアートブックになるようです。いいですね、愛が詰まってるものが、そうですね、手なところですね。はい、以上タイトルピックアップ 2D ガールオーバードーズでした。あ、でもコンセプトも面白いゲームで、いいですよね。もう、なんか配信者としても勉強になる部分もいっぱいあるんじゃないですかね、やっぱり、うん、いやそしてしっかりとねもうお伝えいただきました古島さん、まあ、出番としては、うん、もう今もうラストを迎えたという形になりますけど、どうですか今日はやってみていかがでしたか。いや、ちょっと後ろでずっと待機させていただいてるんですが、もうずっと笑いっぱなしで、なぜか僕多分今日10分程度しか出てないんですけど、ものすごく疲れてます。はい、いっぱい笑わせていただいてありがとうございました。こちらこそ、最高楽しかったです。しっかりもう情報をいただいて、もうたくさんの笑顔を、ね、作っていただきましたので、はい、古島さん本日もありがとうございました。ありがとうございました。さて、古島さんね、いっぱいもう皆さん笑顔を作ってもらったところで最後のコーナーでございます。はい、ゲーム実況のコーナー。なんだったらここも古島さんいてもらっていいんじゃないかと、ね、古島さんも一緒にゲームしましょう。まあ、古島さんはちょっと もう見る側に今、はい、見る側の方でやってくださいましたけども、ではゲーム実況の時間ですけども、ここでやっていただくゲームもワイワイさんに、はい、選んでもらったという形になりますけども、ね、まあ、最後の、ね、これ企画どういうゲームやっていきますか。ワイワイさん今回ちょっと実況のコーナーで、はい、前もってこのゲームをご紹介しますっていうことを、もう何百と見せてもらって、でその中から僕がピックアップしたやつを今回こうやって実況してるんですけど、くしくも皆さんが目をつけたゲーム、目をつけたゲームいっぱいありましたよね、プレイしたいと思うんですよ、なんだろう、それが、はい、こちらで、直に牛乳を飲め。え、これそれ、そう、ま、僕もくしくもこれを直にいっぱいあってあって、そう、もう2週間前ぐらいにこれを僕は選んだんで、あ、だから皆さんやっぱり同じとこ見るんだなと。くしくも、うん、着地地点ここでしたか。いや、入り口100点でしょ。まあ、さっき言ったら牛乳を飲め、あのよくわからない映像、おそらくやることもない、なんかこうもう完璧に、あ、これほど美味しい料理ないっていうね、想像ができるわけですよ、口の中でどう広がるかが。まあ、そうそうそう、これをねちょっとプレイしてみようかなと思いまして、ね、確かにここでやらないと謎が謎を呼んだままで誰も着地できず、もうだってあれなんですよね、はい、これってやってもう変えるんですよね、まあ、変えるゲームを今日は紹介しますからね、うん、そうですよね、ヨッピーさんも言ってましたよ、今日牛が多いねって、はい、そうだ、動かないです、なんかもうやるなってことじゃないですか、もうこれ動かないってことは、これは危ねえぞってことやちょっと今調整をねしてもらってますけども、うん、はい、いや、チョイスがなんかね、なんやったか、その、はい、牛乳を、うん、はい、取ってで、バケツに入れて運ぶんでしたっけ、うん、さっき入れてたんで、バケツの中に入れてたよね、入れてましたね、で、バケツからバスタブみたいなところに入れてたんですよね、それって直に飲んでないんじゃないかなって思うんですよ。直に牛乳飲めなのに桶に入れちゃったら直ではないから、それはもう直売店と一緒じゃないかと。直ってもう瓶こうサーバーみたいにこういくんじゃない、こうそういうゲームなんじゃない、あれって
事故に行っても OK ですよね。え、 だとしたらもうさっき一回同じ道通った気がするんですよ、なんかあのでハンドシュミレーターで、そういえばなんかいたな、そんなのがさっき、ね、一回通った気がする、もう一回行くそこ、これはまさか動線として出来上がったことですね、これね、ちょっとあのゲーム行く前に、あの同時通訳の配信で担当されてる皆さんありがとうございます、いろいろと、今日ですね、まあ、中国もそして英語圏いろんなところやってるんですよ、一回やってるんですよ、感謝述べ出したぞ、あの今は一回、先に謝っとこうと思って、今日いっぱいいろんな通訳してくれてありがとうございます、そして海外で見てくださって皆さんもありがとうございます、はい、そして今から始まる出来事に対してごめんなさい、先に謝っときます。なるほどね、なるほど、はいはいはい、いやもうでももしかしたらすごい何かとんでもないこと起こるぞと、いい教育的なものかもしれませんよ、うん、もう牛乳がまあね、牛乳がどう取れてるかっていうね、そう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 、で直に飲んだらどういうことになるかとか、そう、だよ、これ海外の皆さん日本のトレンドは牛だなって思ってますから、もう、うん、牛と猫と、うん、猫、まあ、うん、猫はね、まあ、猫はねもう真の猫はね、うん、牛はね目指したりとかでもね、はい、いや怖いな、だって最後ですよ、最後で直に牛乳を飲め、ね、飲んだことありますバイバイ君どんな直にどういうことですか、そのあ確かに一応聞いておきました、はい、もしかしたらこれ選ぶということはもしかしたら経験があるのかもしれないからね、いやいや ないですよ、そのえ直ってこう牛さんからこうやってそれはそれはないですよ、ない、それはないです、ない、ないですけど、うん、いやでもなんかその、はい、牛をもっといっぱいなんか操れるような映像も見たんですよね、下調べした時に、あ、なるほどなるほど、うん、なんか牛とその、はい、なんていうか牧場で遊ぶんじゃないですけど連れていくみたいな、牛をこう追いやるとかそういうとこまでもできる、おお、結構真面目なね、そうそうそう、だ意外とそうかもしれない、ファームシミュレーターみたいな、そう全然キディングしてないかもしれないですよ、全然、まあ、ね、みんなと想像とは違うかもしれない、ね、うん、もうちょっとまあ、今日もねいっぱいあのいろんなゲーム紹介させてもらって、まあ、何が起きてるかっていうと PC 今再起動してるんですよ、はい、もうパソコンがもうやめた方がいいんじゃないかってブレーキかき始めてるっていうできる、ちょっと刺激強すぎるんじゃないか、うん、さっきのハンドシミュレーターでもなかなかのもんやったぞっていう、うん、いやまあこれが生放送ですからね、そうですね、うん、まあでも、まあまあ、はい、そんなもんじゃないですか、うん、その大役できなくてもいいじゃないですかっていうぐらいのね、うん、まあ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 そうですね、選んでますよぶっちゃけた話ね、そんなもう絶対にやらなきゃっていうよりも、そうそうそう、そう素晴らしい、そんなもう最初から最後まで見たらやばいぞなんてやつはやっぱ選びませんよ、僕もね、うん、あ、じゃあじゃあよかった、一瞬パッとこう見たらだけでも面白いねっていうね、そうですね、いうやつもぐらいですよ、もう動いてみたいですね、もしできなかったらもう一回あのさっきのねヨッピーさんのようてやつに流してもらって、うん、もうおいけたんですね、動いた、わかりますか、直に牛乳を飲めっていうタイトルのゲームを大人が一生懸命真顔で起動しまってんですよ、今後ろで、そうですよ、とんでもない絵面ですよ今、じゃあバイバイさん、やってみますか、来ました、これでも日本語で、日本語なんですかね、多分このまま日本語なんでしょうね、うん、行きますか、一回スタート、押しにくいな、ほんでスタートがなかなかこの調整がねこんなもん、直には飲まさんぞと、直にはそう簡単には飲ましくないですね、そうそうそう、いやそうですよ、普通に生きてたらできないですからね、直に飲むなんて、そんなゲームの中でできる経験ですからね、やっぱりインディーズゲームのいいところですよ、農家さんありがとうございます、ございます、来た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 、お、始まった、お、こっからどこ、ここ、何、まだ牛を探すところが始まるの、ちなみに僕は触ってないですね、今ね、触ってない、道荒道荒いな、腰やるなこれ、おおおすごい、どうした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 、ちょあんまいい感じの調子じゃなさそうですよ今ね、えだいぶサスペンション壊れてますね、このトゥトゥトゥントゥンって聞いたことない感じの音楽、これ牧場に着いたとこかな、うん、あ、着きましたね、じゃここから直に行くんですかね、そういうことか、はいはいはい、ここから直に行くんですか、ここからもう直に、おー来た、おお背中が、どうしよう、立ち振らない、あー動かせる、はい、この人が直に行くんですかえそうなんですか、和田君、この人が、マジどう出るからや、牛乳牛乳パワーすげえ、あ
手前のやつ、手前のやつが喋ってるかな。喋ってる、あ、そうですね。撮ってくれてありがとうございます。これ喋るのか。はじめまして。怖っ。よろしく。私を雇ってくれてありがとうございます。怖い怖い怖い。音質。なかなかいい体してるじゃないか。どうなってんの。暗所風呂からの伊藤だ。じゃあ俺は行くの。時期が来たらまた来るから。時期が来たら時期が来たら何人はウォーキングマシンやってる。怖っ。えやべ、このゲーム超面白い。怖い。ちょうど今朝だから牛車に出る時間だ。牛車に出る時間だ。牛車に入れ牛を入れんのね。なるほどね。こいつは歩かないと死ぬのかな。めっちゃついてくるよこの人。横スライドで。横スライドや。すごいすごいすごい。足元のミューが全くないですよこの人は。すごいなこの人。すごいですよ。重力を超越しますよこの人は。あ、ここや。これが牛舎。牛舎なんですね。これが牛舎。あ、あれが牛やで。はい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 。お、あのどかな牧場。うん。これを入れるわけ。いいじゃない。人以外何にも人以外何にもおかしいとこない。ね、何もおかしいとこないね。おはいはいはい、人以外は牛が動かない時間は、うん、お腹を空かせられる、うん、それは歯ないんか。犬を目にかきゅうで連れてきて牛の前まで連れていく。連れていく犬をバックボタンバックスペースで離すと吠える。吠える吠える。吠える吠える。その時はとりあえず、うん、また B かきゅうで犬を連れてくると牛が動く。牛から犬が見えるようにしながら牛舎の個室に入るようにする。もうどうしたん、飲みすぎたん。長い。前日カラオケ行ったんかなこの人。カラオケでオールしたぐらいのとこやったんですよ。声帯どうやったらそんなボロボロにできるんっていうぐらいの。何かもう長すぎて何を言うの。なんか話し方で全部持っていかれて話入らなかったんです。確かに犬連れてきてなんちゅうのだよ。これ、あ、これか、餌か。おでかい。おでっかいなこの餌。でっかいなって顔してるじゃん。でっかいな。でっかいなみたいな。うん、え、何をすんの。もうなんか犬を連れもない。これは犬を連れて。バックスペースボタンだ。犬って言ったから、ええ、中が空いてたら動かないんだよね。犬動かない動かない。その犬を作り入れて無理クソ動かすってことね。うん、じゃあもう直に行こうってコメント来てます。もう直にここで。あ、直に行こう。もう直に行こう。そうはね、ここでもね、できないことはないから。なんで？どこにいるか分からへんから。ね、犬がね。お、横スライドおっさんついてこんくなった。うん。そんなか。引っかかったかな。は、ふん。ふん。おお。風の音がいいですね。確かに。爽やかな。今んとこ人以外は何もおかしくない。うん、全然そんな。そんな。あ、来た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 。どういうわけか。みんな同じ個室に入りたがるんだ。そうなんだ。入るだ。だから。目で追えへんかったわ今。犬のスピードを。自分の車の奥まで入ってくれ。フォークを。中庭から持ってきてくれ。もう全部すごい。なんかすごい仕事一気に来るな。そうそう、大山信代さんみたいなとかな。これどれがいいのよ。これか。フォークとかなん。あ、犬や犬や。これを持っていけへん。多分犬呼んだよな。じゃあもうこのままこっちに行って。うん、頑張れバイバイ君。いけるで。いける。起きてるよ。呼び合ってるよ。いいよいいよ。これは牛いけるって。何ないかな。めっちゃ知らぬ存ぜるな顔してるけど、フォークをなんかから持ってきてくれ。フォークなんか中庭からだっけ。中庭ってこんな、中庭ってこれ庭違うの。こんなとこで中庭って中庭だったかな。いやー、それ考えなあかんな。一回庭っていうくくりがあるんだ。どれが外でどれが中なんか考え。室内の中か、こういうこと、真ん中か、ここってことか。いろんな捉え方がありますからね。牛いったでもほら牛押したい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 、早っ。あれは関係なく、あれは何なんでしょうね。活動的な中庭からか。若いですね彼は。中庭なんかまたあそこの真ん中ぐらいにあるのかね。うわー、早い、若いな。でもそのフォークを持ってきてくれっていうね。フォークを持ってきてくれ。
みんな同じ方向向いてる。まずここ、ここ見潰そう。そうですね。フォークらしきものがね、あれば。そうだよ。多分どこか隠してあるんだよ、フォークが。多分フォークもでかいんだろうな。もう一回チュートリアル期待ぐらいよね。確かに。あの話し方に全部持って帰っちゃったからね。何言ってたか覚えてない、本当に。話し方だけは言えると思うんだけど、話したことがいない。少なからずでもここはなしってことが分かったのは我々の進展。おそう、ま、ず 上ですかこれ、ワイワイさん。じゃん。いやでもさすがにそのとこに勝手が悪い、もし仮に、うん、はいはいはい、もしそうならね。ね、まあ確かにね、酪農として、うん、勝手が悪すぎる。上に行くわ、確かに、うん、だから上にフォークはない。え、そこら辺にあるってことはないね。もしかしたら中庭かもしれない。広く中庭わかるぞ。おっさんが向いてる方向に実はあるとかないですか。あ、なるほど。おっさんがヒント、横スライドおっさんずっと固くなにあの方向から目をよあ、なるほど、動かさないってことは、これは名推理。もしかするとその先に何かがあるから。そうかそうかそうか。おお、犬もけなげについてきますね。なんか出たぞこれ。え、なに、恥ずかしかった今。おお、なんや、ほら、なんかダッチュ。なんか出るな、これ。なんで酪農にパンチアクションある。なんでやろ今、酪農にガードがありましたよね、今。何やったんや、何と戦う予定なんこれ。え、ほら、ほら、キックキックまでいける。いやでも こっちじゃないな、広いな、やっぱり違うか。おじさん倒せるのか。おじさんはでも多分無敵で、無敵か。じゃ牛を、うん、あ、でもないかな。シワでもないか。わ、マジで謎しか残らん。あ、でもここにサイロがあるから、うん、あ、サイロがね、もしかしたら、はい、その近くにねえ、その次の位置にマーカーとかがなんか、やっぱ本当にこれは初めて来たら農場をイメージして初見の気持ちで遊んでくださいという心意気がありますね。だんだん横スライドおじさんに慣れてきてる自分が怖いな。そう、なんか違和感なくなってた。おじさんって横スライドするよねっていう感覚になりつつある、うん、そういうもんだよねっていう。お、僕も年齢重ねたらあれぐらいできるようになるかな。なんで一個一個殴っていくんですか、ワイワイさん。ちょっと、まあ、あの針をね、肌の針を試すんですよ、ユナさん。これはワイワイ君はそう思ってるでしょ。ああ、ちょっと待って、もう本当よくできたゲームね、うん、我々が悪いですね。そうそう、ちゃんとね言ってくれてたけどね。そうそう、我々が悪い。我々が悪い。そうですね、ちょっと3時間やった、そうそうそう、後のやった。おお、すごい乗り方したな。お、いた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 。これあるの、上にバイク上にあるよ。これはここまでして行くってことあるんですよ。頑張れ頑張れ。お、はしご初めてか。お、すごいね。これはしごは登ったことないかもしれないけど、まあ、頑張りバッター。お、いたいた。あ、じゃあこれがでもやっぱマックス。お、いたいた。そんなうん、それじゃないと、それじゃないといけないの。徐々に痛い痛い痛い。貴重な一歩だよこれは。痛い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 。よしよし、これでないってことは分かった。ない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 。分かった、しおりれ一個一個潰していこう。おおおお、横軸まで。何の音、何の音、今何なんだろう、今のはおじさんの鳴き声が。おりれへんなります。折れない、はい、折れないですか、折れないですか。ワイワイさん、まさか積んだんですか、ワイワイ君。そうゲームをもう転落する寸前で終わるっていう。そう、失敗、クリア失敗、クリア失敗ですね、これは。この後はちょっと見せられないからね。そうそうそう、もう一度だから、ほんまやったらもう一度リトライして。おっさんの頑張った。おっさん泣いてますよ、ワイワイ君。おっさんが悲しんでますよ。どうしようもないんですよ、だって。おっさん、ちょっともう一回転生しよう。あ、スマホが、スマホあるぞ。助けを呼ぼう、助けを。救援を呼ぼう。スマホで。スマホで助けを呼ぼう。ウェー、おー、ウェーって言って。おー、あ、ミルク。あ、ミルクある。うわー、わからん、何というか。買う。おー。見るものもある、できると。なるほど、なるほど。細かいことがね、書いてますからね。うん。うん。これもうセーブしたら二度と元に戻れない。すごい、今まで見たことの中で最も無情なカンペを見ました今。すごかったですね、今の。
はカンペで今スタッフさんがパッて出してくれたんですけど、積んでます終了って。バイバイさん、時間の見えるできずです。あ、ここまでです我々。惜しかったな。あ、お疲れ様でした。いやもうちょっとでくれてますね、いやリベンジですよね。ね、これしたいですね、これは。うん、非常に難しい高難易度なんで、うん、やっぱり初見ではちょっと無理でしたね。次回に牛乳を飲めという謎タイトルからより謎が深まった状態で今、うんうんうん、視聴者の皆さんついてこれでない可能性ありますけども、逆にだから知りたいってやっぱ人はなりますからね。はい、あ、知的好奇心を、うん、そうなるほどね。これがやっぱ、なんとも言えない。今ちょっとそれはずるい、犬来た。もうなんてもう僕らの視界の先で古島さん大笑いしてますよ、もう今この画面ちょっとちょっと一回画面切り替えします。じゃあちょっと今このなぜ笑ってるかって、なんでそんなことになったんでしょう。なんか移動してる、いつの間にか。なんかバイクに乗ってるみたいですよね、はしごのポーズの超降りれたみたいなんですけどね。なんて どうやってここ行ったか知らんですけど、そうです、ね、鮮やかな緑の中に。いやー、いいね、やっぱりもう時間飲みしたかったなーってポーズなんですよ、あれきっと。あー、もうクイズ残りましたね。さあ、なんとですね、皆さんここでですね、はい、エンディングのお時間です。エンディングですか。はい、デイワン全てのプログラムがここで終了という、はい、もう無慈悲な、ね、通告が。いや、確かに、はい、やってまいりました。いいは残りますね。じゃあ最後にですね、今日の感想を伺っていきますけども、はい、まずワイワイさん、はい、今日はどうでしたか。いや、まあでも、もう最後は悔しいにつきますよね。でも僕はどっちかというとそのインディーズゲーム結構多くしますけど、はい、そのこういう系のやつによるので、そういうちょっとこうインパクトの強いというか、わかります、はい、趣味嗜好に偏ったみたいな、ね、魅力ですよね、これも一つ、だから今回はこうやって自分でプレイできたことが嬉しかったですけどね。お、うん、今まで見るだけやったんで、情報しか知らなかったんで、そういう意味では良かったなって。見える位置で直飲み操作するのやめてもらっていいですか。ちょっと画面切り替えしてもらっていいですか。あの今ね、真面目なコメントしてるのよ。バラかし来るんですよ、運営が。これは無理。これは牛乳を飲むゲームなんですかね、これ。これを見ながら真面目なコメントは無理よ。だいぶバイバイ君頑張ってましたね、こらえて。ありがとうございます。山岩さん、素晴らしいプレイありがとうございます。いや、ありがとうございました。そして小島さん、はい、今日はどうでしたか。いや、インディーズゲームはこれでいいんですよ、これもあり、さらにね、クオリティの高いゲームもあり、それとも愛がこもってるゲームもあり、うん、ね、いろんなものが詰まっているのがインディーズゲームであって、うん、そういうものをやっぱり今回は放送で、ね、普通だとね、やっぱりサイトに行ったりするとどういうものがあるんだろうって見るのも大変なんですけど、はい、今回の放送でやっぱりね、数々のインディーズゲームを知れて、またさらにゲームの愛がね、人がゲームを作る愛というものをやはりまた改めて強く、感じた番組です。本当に勉強になりましたし、やはりゲーム実況をしていく中でも、うん、やっぱりゲームの作ってくれているクリエイターさんたちに本当に感謝しなければなと思う配信であり、もっとゲームを遊びたくなりました。ありがとうございました。すごい、もうさっきのはしご登ってた時間と全く同じ番組とは思えないぐらいのいいコメントありがとうございます。もうごめん、もう小島さんもね、しっかりとゲームの魅力伝えていただきました。そして頂点ちゃんにもお話聞いてみますか。はい、今日一日通してどうでしたか、頂点ちゃん。 ありがとうございました。こちらこそね、もういっぱい盛り上げてもらって、うん、うまかった、すごいうまかった、すごい、うん、ちゃんとフォローもできててね、たくんたちもありがとう、優しい。明日もちょっとだけ出る。あ、そうなんだ。そうなんだ。来月ぐらいに配信したい。あ、告知もね、ちゃんとしていく、宣伝は基本。楽しみだね、かわいい。お風呂も入れ。あ、そうね、してんな、うん、頂点、ありがとう、頂点ちゃん。いや、きっとね、今もう腹抱えて笑ったんでしょうね、きっと頂点ちゃんもね、うん、はい、ありがとうございます。素晴らしい、ね、メッセージもたくさんいただきました。はい、本日は以上でお開きとなりますけれどもですね、うん、インディーライブエキスポ明日も行われます。 Day2 プレミア、こちら題名でやっていくんですけども、まあ、いろいろとラインナップ決まっております。こうなってます、お願いします。はい、ライブプレミアだったり、インディーウェーブスあったり、タイトルピックアップ、そして世界のインディスタジオだったり、
ライブパフォーマンスもあった、いろいろありますね。そして特集コーナーはこんな感じです。はいはい、いろいろと並んでおります。すいませんね、ちょっとごめんなさいね。絶対わざとやってんだろっていうね、ちょっと思ってるんですけど、まあいっか、あんまり触れんときましょうか。はい、ちょっとね、あのずっとあの裏でさっきからあのスタッフチームがですね、直飲みやっとるんですよ。見える位置でわざと。じゃあちょっとブレないようにお知らせもさせていただきます。はい、はい、お知らせこちらです。ドン、インディライブエキスポ2022に開催を記念しまして XBOX でセールを開催中です。日本時間の5月24日火曜日8時59分までセール実施中でございます。皆さんぜひチェックお願いします。さらに Steam でもインディライブエキスポセール開催中です。こちらこちら日本時間の5月28日土曜日3時までセールやっておりますので、こちらも合わせてチェックのほどよろしくお願いいたします。はい、まあ、怒涛のですね、もう4時間近くですかにわたる配信でございましたけど、皆さん1日目もう最後までお付き合い本当にありがとうございました。最後はカメラに手を振ってお別れとさせていただきます。皆さんまた明日もよろしくね。本日本当にありがとうございました。ありがとうございました。また明日も見てね、見てね、見てね、明日も見てね、インディーズゲーム買ってね、次回飲んでね。